はいえー、それではただいまから国土交通委員会を開会いたしますえー、委員の移動について、えー、ご報告をいたします昨日までに真山雄一君倉林明子君伊藤孝恵君新馬和也君及び鶴保洋介君が委員を辞任されその補欠として白信君君武田良介君杉久武君小林正夫君及び三木徹君が選任されました自動車損害賠償保障法及び 特別会計に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。本日は本案の審査のため、3名の参考人からご意見を伺います。ご出席いただいております参考人は、東京大学大学院法学政治学研究科教授、藤田智隆君、一般社団法人関東交通犯罪遺族の会代表理事、小澤樹里君、 および自動車損害賠償補償制度を考える会座長、日本大学,危機,管理学部長危機管理学部長教授、福田康夫君でございます。この際、参考人の皆様に一言ご挨拶を申し上げます。本日はご多忙のところ、ご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。皆様から、忌憚のないご意見を賜りまして、 今後ののの審査の参考にいいたたしたいと存じますので本日はどうぞよろしくお願いいたします。次に、議事の進め方について申し上げます。まず、藤田参考人、小沢参考人、福田参考人の順に、お一人15分以内でご意見を述べていただき、その後、委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。またご発言の際は 挙手をしていただき、その都度委員長の許可を得ることとなっておりますので、ご承知をおきをください。なお、ご発言は着席のままで結構でございます。それではまず、藤田参考人からお願いをいたします。藤田参考人、はい、東京大学の藤田と申します。本日はこのような機会、貴重な機会をいただきありがとうございます。で、私は金融庁において、 自動車損害賠償責任保険審議会の会長を拝命しているほか、今回の制度改正に係る関係者における議論の場となりました、今後の自動車事故対策環状のあり方に関する検討会の座長も務めさせていただいておりました。この検討会は、令和3年8月から検討を開始し、本年1月に中間取りまとめを公表しております。本日はこのの検討会の審議に関与した立場から 中間取りまとめの内容をご紹介しつつ、今回の制度改正について意見を述べさせていただきます。で簡単なものではございますが、お手元に自動車事故対策環状のあり方についてという資料をお配りさせていただいておりますので、これに基づいて説明させていただければと思います。 まずこのような検討を始めることとなった経緯でございますが、令和2年8月に国土交通省におきまして福田先生、あの福田先生を座長とする今後の自動車事故被害者救済対策のあり方に関する検討会が設置され、今後の被害者支援のあり方について、被害者の方々の声を丁寧に伺ったところ、施策を充実し、維持する必要があるということが分かりました。他方、 被害者支援等の財源にかかる現在のスキームは、平成13年に積立金の運用益を活用する、そういう形で確立したものですが、これが将来に向けての財源の裏付けとしては破綻しており、これによって被害者支援等を継続していくことは不可能であるということも明らかになってまいりました。これが今回の検討が行われるに至った経緯でございます。 そこで2点目としまして、議論の前提となる被害者支援事故防止対策をめぐる現在の状況を確認させていただきます。まず財源ですけれども、施策を行う財源となる積立金の運用益は、金利水準の大幅な低下等により、施策を実施するには全く不足しており、毎年、施策実施を積立金の取り崩しによって行うという状態が続いております。 でこのため、積立金額の、まあ、積立金の総額は大きく減少を続けておりまして、このままですと、そう遠くない将来には枯渇してしまうことが避けられません。他方、交通事故の減少に伴い、負傷者数は減少しているものの、毎年発生する重度後遺障害者数は横ばい状態でありまして、 こののよううな被害者の方にに対してて今後も長期間にわたって支援を行う必要がありますでまた、事故被害者をケアする家族が高齢化し、被害者を介護する人がいなくなってしまう、まあ、いわゆる介護者なき後の事故被害者の生活支援の問題ですとか、被害者のリハビリ機会の充実など、さらなる対策が必要となる問題がいろいろあり、今後の被害者支援の充実が強く求められております。 また依然痛ましい交通事故もたびたび発生し続けて、被害者やその家族、ご遺族から同じ思いする人を1人でも減らしたいという強い声をいただいており、事故防止対策の充実を求める声も大きくなってきております。このよよううな状況を踏まえ交通事故被害者等が安心して生活できるるににするためには 被害者支援、事故防止対策のための財源が近い将来枯渇してしまうといった不安が残る状態、これを速やかに解消し、持続可能な仕組みへの転換を図る必要があるという問題意識が生まれたわけであります。でこのような状況の下、今後の自動車事故対策環状の在り方に関する検討会における検討が開始されました。でこの検討会には、学識経験者のほか、交通事故被害者の団体、 及び自動車ユーザーの団体のご参加をいただいておりましたで、以下検討会における関係者の意見について簡単に紹介させていただければと思いますで、まず全ての委員に共通していたのは被害者支援事故防止対策をさらに充実させつつ維持していくべきであるということですまあ、逆に言うと財源が厳しいんであれば縮小廃止しても構わないといった発想はありませんでした 議論が分かれたのは、そのための財源確保のあり方でありまして、こちらについては若干温度差がありました。つまり一部の委員からは、過去に自動車安全特別会計から一般会計に繰り入れられた繰り入れ金の問題が重要視されました。この繰り入れ金は、もともと自動車ユーザーの保険料を原資とした運用益なのであって、ユーザーに負担を求めるんであれば、 まずは令和4年度における一般会計からの繰り戻し額の増額と、令和5年度以降の繰り戻しの継続を約束していただくと同時に、今後の繰り戻し額返済のメドをロードマップとして示してもらいたいと、こういう声が一方で提示されました。でこれに対して、厳しい財政状況を踏まえると、被害者支援の施策を継続していくための安定的な財源を別途確保することは避けられないこと。 で車社会において誰もが加害者、被害者となる可能性がある中、その被害者を救済する仕組みが今後、長く続く社会でなければならないといった観点から、もう繰り戻しの議論とは別に、被害者支援や事故対策、自己防止対策が持続可能な仕組みを直ちに議論すべきであるという意見もありました。でこのののののようににに財源確保あありり方についてははメンバーの間でで若干の温度差はあったのですが令和3年12月に至り 財務大臣と国土交通大臣の間の大臣会員合意がなされで、この合意において、令和4年度予算における繰り戻し額の増額、令和5年度以降の繰り戻し額の目安とその継続という返済計画の大枠が提示されました。でこれを受け、その後の検討会においては、現実的な選択肢として付加金制度を導入して財源を確保することにより、 被害者支援や事故防止を長い将来にわたって安定的、継続的に実施するようにしてはどうかという方向性が示され関、関係者間での真剣な議論を経て、最終的に本年1月、中間取りまとめとして合意に至ったわけであります。以上が検討会の中間取りまとめに至る経緯ですが、次に4点目として、 検討会の中間取りまとめは、財源の確保方法として、付加金方式を提案してございます。財源確保の方式としては、これ以外にも例えば、租税方式といったことも論理的には考えられるのですが、自賠責保険料の中に付加金を設ける方が、 車社会の利益を享受する者の,の負担により、車社会の犠牲となる被害者を支援,とす,る支援するというまあ受益負担の関係が明確になること、また、自賠法においてはすでに事故被害者のために政府保障事業の財源を徴収するため、付加金が用いられていることなどから、現実的な選択肢としては付加金の方式の方がより受け入れられやすいだろうと考えたからでございます。 ただし、付加金の導入にあたっては、ユーザーの負担が不当に増加しないような配慮が必要でございます。で具体的な金額については、事業規模や自動車事故対策勘定の積立金として確保すべき水準を勘案して検討することになりますが、保証勘定の常用金を引き逃げ等の損害の店舗に支障がない範囲で活用するほか、早い段階で付加金を導入し、将来の負担軽減を図るべきだという意見も踏まえ、 積立金の取り崩しによる財源の確保も並行して行うといった措置によって、付加金の水準は抑えて、ユーザー負担の軽減、まあ、抑制を図るということが必要となってきますで。以上のような観点を踏まえ、具体的な付加金額としては、現時点で試算し、まあ、想定される最大値である150円を超えない範囲で、 できる限り、ユーザー負担の抑制を考慮した水準を長期にわたって維持するという観点から、さらに引き続き検討するということにしてございます。でこの点については、また後で少し触れさせていただきます。で5点目として、安定的な財源の使途について申し上げます。 自動車ユーザーに新たな負担を求める以上は、これを財源として行われる被害者支援・事故防止対策の内容が、自動車ユーザーの納得感が得られるように配慮されなければならないということは、論を待ちませんで。今後の被害者支援や事故防止対策の具体的な使途の選定に際しては、費用対効果を意識し、無駄を排することが重要となってまいります。でこのため できるる限りり施策のの見える化をを行行いその効果検証を定期的に行う必要がありますさらに安定的な財源の確保が、のほうずな歳出の拡大につながらないように、中間取りまとめでは、法律その他の措置により、その人を明らかにすることを提言しておりますが、今回の法案では、これに対応するための規定の整備が含まれていると理解してございます。 6点目の導入時期について、中間取りまとめは、令和5年度以降の可能,の可能な限り速やかな導入に向けて、可及的速やかに制度設計を行うべきであるとしてございます。検討会では、介護者なき後の対策、被害者支援の充実が、 喫緊の課題となっていることなど、現状では決して時間的余裕はないという強い声が聞かれ、円滑な導入のための準備期間が必要であることは踏まえつつも、今申し上げたように、可及的速やかに導入するという結論になってございますで。もちろん導入に際しては、自動車ユーザーへの丁寧な説明を行い、納得を得るための努力を続けることは大前提ですけれども、 制度の速やかな導入により、被害者ご遺族の先行き不安をできるだけ早く払拭していただきたいというのが、中間取りまとめの立場でございます。最後に7点目として、継続して検討すべき課題についても触れておきます。中間取りまとととめのの提提言は今後も一般会計からの繰り戻ししをを着実に行うことを前提として 付加金を導入することにより、被害者支援や事故防止対策を恒久的な仕組みの下で実施できる体制に転換するというものですが、具体的な財源の使途や詳細な付加金額の水準について、さらに十分な検討をする必要がございます。また、先ほど触れました、実施される被害者救済、事故防止対策に関する効果検証のあり方についても、さらなる検討が必要となってきます。 でこれらにつきましては、今後、ユーザー団体、被害者遺族団体等のご意見も十分伺いながら、さらに議論を深めていきたいと考えております。また、検討会ではこれまで多くの委員より、被害者支援や事故防止に積極的な情報発信とあの丁寧な、ね、あの説明を行うことで、自動車ユーザーの理解を得る努力が必要であるという、そういう意見を数多くいただきました。 例えば被害者支援事故防止の実施の中核を担う、独立行政法人自動車事故対策機構、NASBA と呼ばれていますが、この認知度が低いといったことは、大変大きな問題だと認識しております。さらに、情報の積極的な発信は、現実に支援を必要とする方へのアウトリーチという観点からも必要です。したがって、制度改正に際しては、ぜひとも関係者において、広報の充実にも積極的に取り組んでいただきたいと考えております。 以上自動車事故対策環状の在り方に関する検討会における検討内容についてご説明させていただきました。今回の法案は、自動車ユーザーの団体、被害者遺族団体をはじめとした関係者の方々による長年の真剣な議論と調整の結果を反映していただいていると理解しております。 この法案が成立し、新たな制度のもと、中間取りまとめで示された観点を踏まえた適切な運用が行われることにより、ユーザーの理解のもと、今後とも充実した被害者救済事故防止対策が安定的に継続されることを期待して、私の意見陳述を終わらせていただきます。本日はあありりががととううごござざいいまましした。た。 それでは次に小沢参考人にお願いをいたします小沢参考人一般社団法人関東交通犯罪属の会の小沢と申します本日はこのような貴重な機会をいただき本当にありがとうございます私は2008年平成20年に飲酒運転による交通事故により義理の両親を亡くし双子の定前が 後遺症になるという事故に巻き込まれた遺族です交通事故により死亡事案後遺症事案そして当事者家族としてこの交通事故において多角的な視点で家族を見てまいりました命の尊さまた生きていくことの苦しささらには支えていく家族の苦しさやもどかしさこれを知っている家族であると思っております だからこそ、遺族、後遺症、どちらにも滞ることなく、両方に支援をしていただきたく、どちらにも支援が行き届く、そのような仕組みが国土交通省内においてしっかりと構築されることの必要性を強く感じております。これまで遺族団体として多くの被害者の方と接点を持ってきた中で、感じたことも踏まえまして、本日は意見を述べさせていただければと思います。 多くの被害者や遺族の方とお話しさせていただく中で、具体的なニーズとしては、被害者や遺族として当然抱く喜怒哀楽、このさまざまな感情が外に出せる場所が欲しいという思い、これまでの日常の急激な変化、同じ家族であっても、どのように接していいか分からないなどといった経験、さらには、まあ、通常経験することもない。 裁判といいううよななな対応していかなくてかくはなりまたこのため、遺族団体として活動では当たり前のことを当たり前に聞いて、安心していただけるような団体づくりを目指して活動をしてまいりました。こうした取り組みを続けていく中、被害者や遺族が当たり前のことを当たり前にすることに対して、 これができる社会の実現にするためには、関係各省に、えー、要望、または国土交通省に対しては一昨年秋、当時は赤羽交通大臣でございましたが、まあ、団体として直接ご要望を伝えさせていただく機会もございました。大臣というお立場でありながら、遺族支援の理解を同じ目線で寄り添って聞いていただくことができました。また国土交通省ののの職員の方の多くが 非常に交通事故防止、そして被害者支援の救済対策についても、強い関心を持っていただいていることに、実は大変驚き、えー、本当に心より感謝をしました。そうした中で、国土交通省における被害者支援の在り方の検討会にも、委員として参画をさせていただくようになりまして、自賠責制度における被害者支援、事故防止について、具体的な内容を知り、 その財源をめぐる状況についても認識してきたところでございますその中で支援事業の内容につきましては支援者遺族支援と事故防止の両輪の体制が充実してもらいたいということを強く願います交通事故による被害に遭った被害者や遺族への支援の充実これは大変重要な課題です そししてて同じ思思いいいををすするる方を1人ででももななくしたいとといとうことも重要な施策であると思っております私自身は遺族団体の代表しておりますので、まずは遺族の観点から伝えさせていただこうと思います。自賠責制度における支援の内容として、ひき逃げなどの被害に対しては対応はされております。ですが、遺族への支援,支援については、これまでほとんどなかった。 ということに、対して被害者し被害者救済の情報や、心のケアの支援の充実が必要ではないかと思っております。特に、遺族や維持のための教育環境面のフォロー、交通事故の被害に遭った後大人だけではなく、子どもに対してもしっかりと心のケアが受け入れられる環境整備が必要です。その一つとしして交通事事故を経験した当事者が 交通維持または家族の家庭教師を担えるような仕組みができたらいいのではないかと思っておりますまた後遺症が残る場合ですがまずは医療面についてはリハビリテーションの対策体制の充実が必要でございます私も参加した検討,会に委員検討会の委員には約30年もの長期にわたりまして専用性意識障害の介護をされている方がいや または、えー、自分自身が脊髄損傷が残り、必死にリハビリを経て、検討委員会へと参加されている方、高次の機能障害の家族を見守り、サポートを約20年間続けられている方々が参加をしておらっしゃい,いらっしゃいます。それぞれの障害に応じたリハビリテーションが受けられることは非常に重要です。えー、先制式障害の場合は、養護センターやその機能を持つ委託病床があります。 この在院期間中にはもちろんのことですが、退院後も療護センターや、委託病院を病棟のリハビリテーションを受けたいという場合には、受けれるような環境になってもらえると、専制性障害の介護をする家族にとって大変安心ではないかと思います。 また、脊髄損傷や高事の機能障害については、昨年7月に今後の被害者救済対策の在り方についてまとめられた報告書で、初めて両者がリハ,ビリ,リハビリテーションを受けられる環境整備に取り組むことを示されました。今後、急性期の病院を退院した後、一つの病院で比較的長期にわたって脊髄損傷からの社会復帰、またはリハビリテーションを継続して受けられる病院探しや、 高次の機能障害の社会復帰に取り組む自立訓練施設を探すなど、やっと探し始めたという段階でございます。これらの取り組みをもっと充実させてい,ていただきたいと思います。次に、福祉面についてお話をさせていただきます。何より圧倒的にヘルパーの方の数が不足しております。特に医療ケアをできるヘルパーの不足は深刻でございます。 障害者が地域の中で生活を営むことが大変厳しい現実がございます。さまざまな障害に応じたスキルに、スキルのあるヘルパーも少なく、質の面、量の面からヘルパーの確保に取り組んでいただきたいと思います。加えて、介護者が介護ができなくなったときの対応が非常に困難な現状がございます。厚生労働省の施策として、入院、入所施設から地域生活へとの流れがございます。 それれにについてては納得しておりますがこれに対応できる地域の受け皿が足りりてていないいなと委員会で聞いております地域の受け皿を確保するために、ぜひとも取り組んでいただきたいと思います。これまでのすべての交通被害者や家族、遺族の話をしてまいりました。親亡き後の介護が急務と叫ばれている一方で、ヤングケアラーの存在を知っていただきたいと思います。 このお話につきましては、個人的な話になりますが、私の義理の両親が死亡、弟、妹は高次脳機能障害、第4腰椎脱臼骨折など、本当に多くの何度もの手術を受けてまいりました。病院通いは約23カ所、薬局もそれに合わせて行ってまいりました。家族が、家族の中でも手が回らない、でも介護をたどめるほどでもない。 そこで、当時4歳であった息子は、この春、ちょうど大学生となりましたが、裁判の期間中、事故から約8年間という時間の間、ずっと彼の人生を犠牲にしてきたことを、本当に親として情けなく感じております。お友達と遊びたかったと思います。宿題を犠牲にして、ご飯作りを優先してくれた時もありました。一番ひどかかったのは自殺しないいい見ととてちょうだいねと 心から頼んだこともありました。遺族になると心も体も壊れます。障害を持つ家族がいれば家族の犠牲は当然と思われるかもしれません。ですが心を病んでいたり、障害を持った家族がいればその介護を家族だけで担わなくてはならない。社会に頼ることができない。これが今の社会の現状なのです。だからこそ介護の問題は高齢化だけではなく、 わっかき社会の担い手である交通事故に遭った瞬間、誰もが苦しむことになります。これは一例であり、決して私たち家族が特別ではございません。声に出すことも私は今日戸惑いました。それでも被害者支援からこぼれ落ちている、これが社会問題でございます。このような課題の他にも、ショートステイの課題、家庭崩壊、介護者のうつ、 これらの課題が山積してございますこれまで以上に被害者、遺族の声に寄り添った政策をしていただきたい、もし財源が厳しいなら、算出の抑制をすればいいという声も伺います。ですが、これ以上、命が奪われることを目の前で見たくはありません。課題はとても多いですが、国民一人一人に愛のある政策を今後も期待していきたいと思います。 事故防止についても、高齢ドライバーがハンドルを握らなくても良い生活ができる社会実現、ドライブレコーダーの導入の促進、飲酒運転の探知機の導入、事故を未然に防ぐための対策が必要だと思っております。国土交通省や n a s ー a から出される交通自動車のアセスメントなど、しっかりとしたデータは、これまでの多くの事故を防いできた命を守るデータであると思っております。 事故防止の取り組みが、自動車業界の方々に知っていく機会を持っていただくことが、安全な車社会の実現につながるのではないかと思っております。さらに、ソフト面の対策として、子どもたちへの交通教育に対して、加害者目線だけではなく、被害者目線をしっかりと取り入れていっていただきたいと思います。命の大切さや家族の大切さ、そして、グリーフケアを浸透させていただきたいと思っております。 交通事故は、誰もももが被害者にも加害者者にに加なり得ます。ですから、被害者支援の充実は、被害に遭ったそれぞれの被害者に対して施策の中で滞った支援ではなく、平等に講じていただくことが必要と思っております。社会の誰もを救済できる受け口として、自賠責保険が被害者支援の要であっていただきたいと感じております。 上げればきりがございませんがこのような政策の充実に取り組むためには財源の裏付けが必要でございます検討会における議論でも先ほど意見が述べられました藤田様のおっしゃる通りまずは一般会計からの繰り戻しが今後もしっかりと継続して行われることが何より重要と考えております一方でそれだけに頼る状態では数十年後の未来 子たたちの未来を考えた時大き大な不安が残りますそのためには、手元に、えー、積立金がある程度ある今、付加金制度を導入していただくことが必要であり、これをこれ以上、頭足にはできないと思っております。自動車そのものの安全性向上,より向上により、将来的に事故はさらに減っていったとしても、 これまでの事故のの被害者にににっったたた方も多くおおりり将来にわてて継続した支援がが必要になるこことが見込まれておりまれすこの観点からも、被害者支援や事故防止が永続的な仕組みの下で実施される体制がすぐにでも確立していただくことが必要であると思います。一方で、付加金導入は自動車ユーザーの皆様の負担を求める取り組みであると思います。自動車ユーザーの皆様のご理解をいただけることが重要であると考えております。 そのために国土交通省におきまして自賠責自のお金の使い道について自動車ユーザーに届くよう私たち遺族や被害者の方の置かれた状況において広報を通じてしっかりと伝えていただきたいと思いますそして皆さんに今一度ご自宅の道路を通るときを想像していただきたいんです日本の横断歩道を通るときどれだけの車が と止まっていただけるでしょうか現状は手を挙げている子どもを無視してまで横切る交通社会です今一度車は狂気であること道路には年齢も様々でまた障害を持つ方も道路を使っているという認識を改めて自動車ユーザーが一人一人自分自身のハンドルを持つ自覚と他者への愛を考える歩行者優先の道路 であるることとを意識づけられる機会になっていいいたただきたいと思います改めて候補のあり方につきまして検討いただき、候補の充実を図っていただきたいと思いますし、候補の充実の際は、交通事故被害に遭った方を救済する制度を早期に情報を届ける、このような被害者ノートなどを活用して知っていただけたらと思います。この両方が十分に 充実するということが十分に必要になりますそしてこれのことに対して保険会社や様々なところと連携を図っていただくことを検討していただきたいと思います私からは以上となりますありがとうございましたありがとうございました次に福田参考人にお願いいたします福田参考人、はい はい、ご紹介いただきました、日本大学危機管理学部長の福田康夫でございます。この度の自買法改正に関し、参考人としての意見を陳述させていただく機会を与えてくださったことにお礼申し上げます。参議院における参考人としての陳述は、実は2回目でございます。前回は保健法制定に際し、平成20年5月27日の法務委員会にお招きいただきました。当時は福田康夫氏が首相を務めておりましたので、 漢字は違いますが、同じ福田康夫ということでお招きいただいたと申し上げましたが、今日は日本で唯一、財務大臣にお金を返してくださいということができる会の代表としてお招きいただいたかと思います。はじめに、今回の賛成改正には賛成であるとの意見をまず述べさせていただきます。われわれの会としても賛成で意見は一致しております。まず、自動車損害賠償保障制度を考える会についてお話しいたします。 この会は平成成22年に結成されました民主党政権の下で事業仕分けと埋蔵金の発掘が話題となりまして交通事故被害者救済事業の原資である交通安全特別会計がその対象となるのではないかとの危惧感から被害者救済事業を守るために当時の自賠責保険市議会委員を中心に結成されたものですえ自動車総連や日本自動車会議所そして JAF などのユーザー団体や 複数の被害者団体の代表あるいは有識者などから構成されております平成29年からは特別会計繰り戻されていない約6000億円の早期繰り戻しを求めて財務大臣国土交通大臣などへ働きかけてまいりました平成30年から継続しての繰り戻しが実現し昨年12月には大臣官合意で無効5年間の繰り戻しが約束されておりますが 元利合計で現在の残高が六千億円を超えており、将来にわたっての被害者救済事業の継続実施への影響を心配してきたところであります。当時は運輸省でございましたが、私は平成十一年から自賠責保険制度のあり方を考える大臣懇談会のメンバーとして自賠責保険に関係しており、平成十七年から十年間自賠責保険審議会の委員を務め、 現在でも国土交通省の自動車損害賠償保障制度のあり方を考える検討会のメンバーであります。足掛け23年間、この問題に関係しております。えー、40だったんですけど、63になりまして、頭も真っ白になりました。はいえー、今回の自賠法の改正は、平成13年改正において積み残し、あるいは将来の課題とされた点についての改正です。平成13年改正前の自賠責保険は、 国が6割の再保険を引き,分ける引き受ける形になっておりました自賠責保険が昭和30年に創設された当時は日本の損害保険会社の財政的基盤が十分ではなくリスクヘッジおよび被害者保護の観点から政府が再保険によって6割を引き受けるという形で運営されてきました保険料の6割を国が預かり保険金の支払いに際してもその6割を国が支払うという形です 4割は民間の保険会社です。損害保険というものは保険料が入ってきてもそれがすぐに保険金として出てはいきません。その間のタイムラグによって資金運用による運用益が発生します。もっともノーロスノープロフィットの原則のもとに運用される自賠責保険は損害率の検証によって定期的に見直しが行われます。平成13年当時ですが、 それ以前の運用利回りが好調であったところから、特別会計滞留した運用益が約2兆円ございました。損害保険会社の財政的基盤も強固となり、再保険制度を維持する必要性が減少しましたので、平成13年の改正で再保険制度を廃止することとなり、この運用益の処理が問題となりました。2兆円を20分の11と20分の9、 すなわち、一兆一千億と九千億円には切り分け、一兆一千億円はユーザー還元を目的として自賠責保険料への充当を行い、残りの九千億円を運用して被害者救済事業に充てることとなりました。当時の試算では、約九千億円を運用すれば被害者救済事業に必要な額は確保できると考えられました。 すでに一般会計への元本残高が約6300億円となっておりましたがそれは短期間で繰り戻されるものと考えられておりました平成6年と平成7年に繰り入れ繰入れられたものの平成8年以降毎年ではないのですが順調に繰り戻されておりましたところが平成15年の508億円を最後に我々が働きかけを行った平成30年まで 繰り戻ししは行われませんでした運用によって賄うはずであったの被害者救済のための原資は切り崩されてまいりました。今回の改正で導入される予定の付加金ですが、再保険制度を廃止した平成13年改正に際しての衆議院および参,参議院の付帯決議において、社会経済情勢の推移等を踏まえ、施行後5年以内の付加金導入の可能性の検討、 と示されておりますあれから20年を経過し今回はこの付加金を選択する必要が生じたための改正であると理解しております自賠責保険は交通事故の加害者の賠償資力を確保することを目的として昭和30年に制定された強制保険です戦後の経済,経済成長に伴い自動車の数が増加するモータリゼーションが進むと同時に交通事故件数は増加し 死者数も増加しましまたところが加害者には十分な賠償能力がなく泣き寝入りをせざるを得ない被害者が続発して大きな社会問題となりましたそれを解決する手段として強制保険としての自賠責保険が導入され被害者に対する基本的な保障を提供することになりましたなおスタートした時の保険金の上限は死亡で30万円です それその後の日本の経済発展とモータリゼーションの発展は先生方ご存知のことだと思います。日本の経済成長を牽引する産業の一つとして自動車産業は日本が世界をリードする基幹産業へと大きく成長しました。自動車台数の増加とともに不可否的に交通事故は発生します。そのためある意味で交通事故の被害者は国の政策の犠牲者とも言うべき存在です。 ところで自賠責保険が誕生した頃は歩行者が被害者というのが中心でしたしかしモータリゼーションの発展により車対車の事故が増加し乗車中に死亡する被害者が増加してきましたいわば走る狂気型の事故から走る缶お型の事故への変容ですここで自動車ユーザーは加害者にもそして被害者にもなるという位置に立つことになります 積立金を積立金を活用して実施されている自動車事故対策事業は安定した運用益が確保され始めた昭和42年からスタートし昭和48年に自動車事故対策センター現在の自動車事故対策機構が設置されてから本格化します現在の被害者救済対策事業の柱は重度行為障害者への支援事業であり療護施設の設置運営介護,介護料の支給 訪問支援などが実施されています私は今後の自動車事故被害者救済対策のあり方に関する検討会の座長を務めましたがこれは当時の赤羽国土交通大臣の被害者救済に寄せる強い思いによって設けられましたこれまでは最重度の後遺障害である遷延性意識障害に遭われた方を中心とした対策でありましたが社会保障制度の変化や介護者の高齢化等を踏まえたとき 決めののの細かいい被害者救済対策のあり方について検討を加えたものです報告書の概要は1、療護施設の充実2、リハビリ機会の確保3、介護者となる家族の高齢化の進展等により介護が困難になった後いわゆる介護者なきあとへの備え4、事故後の支援そして今後留意すべき事項からなります。その中でも私は 介護者なきあとへの備えが特に最,最優先課題ではないかと考えています。先ほど、自動車ユーザーは交通事故の被害者にも加害者にもなると申しましたが、このことが自動車ユーザーが負担する自賠責保険料を被害者救済事業もにも利用することが許される理由です。自賠責保険は単に加害者に対する賠償資力の確保だけではなく、 被害者救済事業とセットになった自動車ユーザーによるいわば自助・共助の仕組みだということです自賠責保険と被害者救済事業は表裏の関係に立ちこのような自動車保険制度は比較法的に見ても例がなく世界に誇ることのできる被害者救済のための制度であるということができます今回の付加金の導入によりこれまでは不足として いわば限りのある積立金を原資として当分の間実施するものとされていた被害者救済事業を本則によって恒久的に実施することとなりこの制度の安定的かつ継続的な維持が可能となりますその意味でも付加金の導入は必要であると考えますなお付加金導入によって安定的な財源は確保することができますが5点ほど指摘させていただきます まず繰り戻しの問題です先ほど藤田先生も小沢さんもご指摘のとおり、一般会計へ繰り入れられていて、いまだ繰り戻されていない約6000億円は、自動車ユーザーが自助・共助のために支払った自賠責保険料が原資であって、税金ではないということです。この,この法改正の当然の前提として、繰り戻しの継続および早期の返済があると考えます。次に 被害者救済事業のレベルを下げることは決してあってはなりませんが、医療技術などの進歩によって、新たな施策が必要となる一方、必要性や効果の乏しいものも出現することが予想されます。その必要性や効果を定期的に検証する仕組みは必要だと考えます。事故件数や死者数は減少していますが、 支援を必要とする重度行為障害者は必ずしも減少しておらず、脊髄損傷、工事の機能障害、あるいは被害者の遺族など、この制度による支援が必要な方はいまだ増加しているのです。3番目は、付加金導入に際しては、新たな負担を自動車ユーザーに求めるわけですから、中間取りまとめにも記載があるとおり、負担者である自動車ユーザーの納得感が得られるようにすべきであることは言うまでもなく、 自動車ユーザーへの丁寧な説明と広報などによる理解を得る活動が必要だと考えます。4番目として、繰り戻し額とも連動しますが、付加金のレベルは自動車ユーザーに負担感をあまり与えることがないレベルであるべきだと考えます。5番目として、今回の法改正は令和5年4月1日からの施行となりますが、実際の付加金額等については、 引き続き国土交通省において開催される検討会において議論されることが予定されておりそこで慎重な議論がされることを望むとともに3点目にもお話ししたとおり負担者となる自動車ユーザーの納得感理解を得ることが本制度を真に維持していくには必要だと思います最後に私と一緒にこの会を立ち上げた桑山雄二さんは交通事故に遭われた 先性意識障害の息子さんの自宅での介護を25年以上続けています。高校,高校教師の職も介護のためにやめました。今最大の心配は介護者なき後の問題です。なかなか結論が出ない問題ですが、そう言ってるうちにも時間は経過します。先ほど申し上げましたように、交通事故の被害者は、 国の経済的繁栄の犠牲者ともいえます一刻も早い対応が必要です以上でございますありがとうございましたありがとうございました以上で参考人のご意見の陳述は終わりましたこれより参考人に対する質疑を行いますなお質疑及び答弁は着席のままで結構でございます質疑のある方は順次ご発言願います 長まき、えー、今日はお三方、大変あの貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございました。特にお三方、共通でおっしゃったまあ繰り戻しの問題ですね、これはもう本当にわ私どもの責任でございますので、今後ともこの制度がしっかりと継続できるような繰り戻しを実現するために、政府にしっかり働きかけてまいりたいというふうに思っております。 それでは、お一方ずつ質疑をさせていただきます。まず、藤田参考人、今回のこの取りまとめの会長としてですね、ご尽力いただきましたことに、厚く御礼を申し上げたいと存じます。その上で、資料にもありますが、5番の安定的な財源の首都検証ということでございます。今回、ユーザーの皆様方に理解をいただくためには、しっかりとした説明をしていかなければいけないというふうに思います。その中で、費用対効果を示す。 それから効果検証を定期的に行う、そして見える化を行うということにのご提案をいただいているわけでございますけれども、ただあの、先衛性意識障害とかですね、まあ、重度の脊髄損傷とかになりますと、なかなか短期的に効果が出るっていう類の疾病ではございませんので、まあ、そういったところの,あの説明の仕方の工夫っていうのが必要になってくるのかなというふうに思っております。 具体的にはですね、どんな形でこう施策の見える化、効果検証というのを行っていけばいいのかということを一点お伺いしたいと存じます。はい、よろしいですか。はい,はい、はい、藤田参考人。はいえ、どうもありがとうございました。あの施策を見える化し、あの効果検証を定期的に行うということは。 おそらくあのユーザーの理解を得るための最も重要なあのことだと思います。で、実はこの中間取りまとめを行いましたのが、まあ、この1月なんですけれども、先週でしたかね、あのさらにあのこの検討会、再度開催いたしまして、まあ、このあたり、どういう形で、その,あのメール、検証の仕組みを作っていくかということを早速検討させていただきました。今、ご指摘があったような点ですねあの、効率性をあまりにも強調した、する結果、 例えば長期的に取り組まないと効果が出ないようなものが全部切り捨てられるなんてことがあったら本末転倒だといったご意見も被害者団体の方からは伺いましたしそういう単純に定量化したような仕組みだけじゃなくて定性的なことも踏まえたきめ細かな検討が必要だということは。 すでにあの我々の共通認識となりりつつありますで具体的にはあの今後あの、仕組みを作っていく、検討を積み重ねていかなきゃいけませんので、現段階でこういう制度になるということは申し上げられませんけれども、ただし、あの毎年効果をあの検証するために、アセスメントを行う、でまたあのそのためにあのしてあの、そのためのどこを重視するか、どういう観点で検討するか。 ことをあ,のあらかじめ明示する具体的な内容については今、あのまだ検討中でございますかそういったことをした上で、あで、今後、続けるべきあの、えー、事業であるか否かということを検討したいと思います重要なのは、ですねあのどういうこ、そもそもこういう種類のお金を使って続けていい事業なのか否かという観点からの検討も重要となってくると思います。あの確かに 交通被害者保護あるいは事故防止として必要な。 対策であることは分かるけれども、でもこのお金でやるのにふさわしいかどうかっていう検証というのは必要です、す例えば安全性を高めるような、あのような新しいあの技術というのは、いろいろありますけれども、それはメーカーが開発する補助金になってはいけないわけですね、だからやはりそういったふさわしい事業がいなかったという観点は、あの加えながらあのきっちり検証して、毎,毎年検証し、あの事業をあの,の継続、あるいは新規採用を検討していきたいと思っております以上でございます。 長嶺誠君、はい、ありがとうございます。まあ早速検討に入っていただいているということですので、あのまた具体的なものをしっかり見させていただきたいなというふうに思っております。えー、次次にあの小沢参考人にお伺いいたします。えー、小沢参考人そして今日お越しの松永副代表もですね、あの遺族会のためにお忙しい中大変なご尽力をいただいておりますことに心から敬意を表したいと存じます。であのこんあの 小沢参考人は、ですねやはりあのいろんな境遇にある被害者の方、被害者家族の方々からいっぱいお話を伺っていると思います。先ほど福田参考人も強調されましたが、やはり制度ができて年数も経ちまして、えー、介護者なき後の生活がどうなるかっていうのは、本当に皆さん心配だと思うんですね。で今のところどんなな制度でを活用しながら えやっていける方法があるのかなと、私もちょっといろいろ考えるんですけれども、ああ具体的に例えば自治体の事業とか、そういったものもあると思うんですけれども、どういった形でこの介護者なき後の生活の場っていうのを確保して、実際にしていらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、その辺ちょっと具体的に教えていただきたいなと思います、はい、小沢参考人。 えっと、具体的には、ですね私の方からは、しっかりとしたお答えは出すことができないと思っております。というのは、先ほどあの藤田様もおっしゃいましたが、どのように仕組みを作っていくかというのは、本当にまだ見えない課題であると思っております。ですから、本来であれば、先ほどお話しさせていただいたように、病院から地域に戻る。 地域の中での取り組み、受け皿が全くないというところが問題であると同時に、生活をするにおいて、例えば、えーまあ、大黒柱であるお父様がお仕事を失うというのは、交通事故ではよくお伺いするお話なのですが、その中に介護者がいるといった場合、共倒れになるということが本当に多く見受けられます。その中で それぞれが自立した生活を行っていくという中では、やはり市区町村の中の取り組みをしっかりと受け皿として取り組むということを、市区町村ごとそれぞれのニーズに合ったものを付け加えていかなくてはならないということと、それから病院の確保というものも一つ重要でございます。病病院院にに関してはです、ね、本当に必要な病院といううののがです、ねとまあ、うちの 事件もそうなんですけれどもう事故後に急性期の病院というのはすぐ近くにあるんですねところが、まあ、その県をまたいで私は埼玉県なんですけれど埼玉県で事故に遭ったのに近くにこう適切な病院がないということで山梨まで。 入院しなくてはならないという状況がありましたこのようなことを考えると介護をする側または介護を受ける側においてもその地域を離れるっていうこと自体が大変負担になるということにあの着目していただきたいなそう考えるとやはり地域の中でしっかりとしたケアができること介護ができること ということは、やはり病院であったり、ヘルパーさんの確保が身近であることとともに、その病院での,この介護者への理解、それからヘルパーさんをしっかりと教育していく中で、専門性のあるヘルパーさんを育てていくということが、緊々な課題なのではないかなと思います。そししてて番番多くくくはははははですねやはり親ががいいいななななるるる要見方ととうことに関しては一番は 見る人は誰かというものに対して、家族から見て安心できる人に対して、しっかりと依頼ができるという仕組みづくりが必要ではないかなと思っております。これがあの正確なあのお話ではないかもしれませんが、私の考えうる限りをお話をさせていただきました。以上ででございます長嶺君、はい、いや本当に大変あの今現状では 何も揃ってないといいますか、非常にあの不便な状況に追い込まれてるんだなとよく分かりました、おそらく国交省だけじゃだめで、えー、厚労省、総務省、それから多分県のコーディネートなんかも必要になってくると思うんで、まあ、そういったところは政策課題として我々もしっかり受け止めていきたいというふうに思っております。 それではあの福田参考人にお伺いをいたします福田参考人はこの分野のま生、あ、き地引というか第一二者と言って過言ではないと思うんですけれどもまあ、長い長い歴史の中でいろんなことがあったと思いますで今回ですね付加金を導入するということ本来ですとユーザー団体は消極的なはずで多分まあ今までもそうだったと思うんですねで今回このユーザー団体まで含めてまあ この制度を進めていこうという付加金制度を導入していこうということにご了解いただいた、まあ、今までの経緯と、そしてなぜこのタイミングでこうなったのかというお話を伺福田参考人。えっ、ー、とですね、我々われの,あの検討会にはです、ね、被害者、遺族団体のほか、有識者に加えてユーザー団体も参加されていました。でユーザーザ団体としては被害者 遺族団体の方々からもご意見として出たんですけども、まずは一般会計から繰り戻しされるべきだろうと、そっちが先だろうという意見が主にございました、一方で、ですね一般会計の厳しい財政状況を見る、それから金利低下によって、20年前の法改正で想定した運用域で回していくという前提が,前提が実はもう破綻していると。 これまでの一般会計からの繰り戻しの経緯、それから自動車事故による被害者、遺族の方々が置かれている現状を踏まえると、もうこれは安定的な財源を確保することはもうまったなしだろうという、そういう状況にあるということの意見もあったわけですね。まあ、ユーザー団体としても、まずは一般会計からの繰り戻しがあるべきという考えもございますが、こういう被害者の遺族の方の状況を踏まえると、まあ、被害者支援の充実、 それから将来に向けた財源の不安解消が必要だと、そのためには賦課金制度の導入は必要だということで、法改正に合意するということになりました、まあ。法改正された後の制度の運用に際しましてはね、ユーザー団体や被害者遺族団体の意見を、まあ、丁寧にう伺っていただきたいと思っています。以上でございます。 長見君、はい、ありがとうございます、まあ、今回のユーザー団体のご英断にです、ね、私としては、まあ、心から敬意を表したいなというふうに思っております。で最後にです、ね、あの福田参考人にあの保険の専門家として、ちょっとお伺いしたいんですけど、これから人口減少、そして、えー、若者の志向がマイカーを持たない。 カーシェアリングなんかもずっと出てきています、そうすると多分台数減っていくと思うんですね、でさらには、えー、安全機能が強化されて、交通事故も減っていく、でそしてすもうちょっと遠い未来ですけど、完全自動運転の世界になると、事故はなくなるんじゃないかということで、これ、民間の保険会社もいろいろ想定をして、いろんな研究をされているというふうに伺ってます。ここのあのの民間保険とそれ自売席のこの、まあ 保管関係というのは、今あの、自動車事故に対応されているんですが、この将来展望ですね、保険というのはどうな、自動車保険というのはどうなっていくのかって、ちょっとあの教えていただきたい、それで、まあ、当然、そうなると付加金の問題にも跳ね返ってくるんで、やっぱり付加金の決め方も、ですねかなり柔軟性を持ったあの決め方をしっかりしておいた方がいいんじゃないかなという問題意識から、ちょっと伺わせていいいたただきたいと思います福田参考人はご指名しますので、ご指名をお願いいたします。福田参考人はい えっとただいまのご質問ですけど非常に難しいご質問でございまして、簡単な回答ができないんですけども、当分の間は、ですね例えば自動運転車があの普及してきても、当分の間、既存の従来型の車は走り続けます。とすると、当然のことながら、交通事故はやはり不可否的に発生します。から完完全全なな自動運転車と完全なのみが 一般道路を走行する時代になったとしても、今度はさまざまな製造物責任の問題だとか、いろんなことを事故原因として事故は発生します。さらに、完全自動運転車が走っても、それでは歩行者の飛び出し、子どもの飛び出しなどということに100%対応できるという自動運転車はできるのだろうかということもあります。そういうい意味ではまあえ外国の議論を見てますと 30年から50年近くそこまでかかるでしょうと。ということは、えー、確かに自動運転車はかなりの高額な金額になることが予想されてそうすると、えー、購入者も一般的な我々が持つような状況ではなくて大きな会社であるとかあるいは地方公共団体であるとかそういうところが所有者となって、まあ、カーシェアするような形態になっていくと,ということは当然車の台数は減ってくると。 であと、交通事故の件数も減ってくれば当然のことながら、それは自賠責保険料に反映されます。将来的に、えー、30年、50年の先のことであるということの認識のもとにです、ね、それでは今の自賠責保険はどうするかということなん,なんですけれども、現在の自賠責は先ほど申し上げましたように、賠償資力の確保と、それから被害者救済、この2つの表裏、こう表裏の関係一体となっている仕組みでありまして、 自動車保険はそういういことにはなっておりませんですので、私としては、この自賠責保険、このスキームは、自動運転車の普及の段階においても必ず維持してい,なきゃい,維持していかなければならない、まあ、交通事故の被害者、犠牲者がゼロとなったときは、それはもう、もうこれで大丈夫ですねということになるかもしれませんが、それの道のりはまだまだ長いというふうに考えております。 八郎義雄君、大変今日は参考人の皆さん、えー、ご苦労様でございます。立憲民主党の八郎義雄と申します、えー。15分という限られた時間でありますので、えー、早速質問をさせていただきたいと思います。まあ私もあの詳しくはないんですが、この法案見て、えー、国に一般会計に6000億もまあ貸しておると。まあ約平成六年七年ですから大変昔で30年近く。 やっぱりこれをきちんと変えさせるのが最初のことでないかなと、付加金の恒久的な対策という形が出てくるんですが、これはおかしいぞと、こう思ったわけです、であのえー、皆さんのこの検討会、今後の自動車事故対策勘定のあり方に関する検討会、お3人ともこの委員、あるいは座長と、えー、藤田さんが座長ということであります。 で議,事議事概要としか見せてもらえませんもんですから、その中で6回行われて、12回ほどですね、やっぱりそのことをきちっと明確にすべきだと、こういう議論が出ておるように、議事概要にはなっておるんですが、お3人の方に聞きますが、もう少し中身を見れば、どうだったのか、最終場面でもですね、 やっぱりそこをきちんとはっきりさせてほしいという意見が、第6回でも2回ほど出て、まあ、今回、54億で返してもらっても120年,年かかるぞというようなご意見もありました、まあ、そのまたその返す方法として、どうあるのか、どうあるべきなのか、このことも含めて、お参人の方にあの陳述していただければありがたいと思います。はい、藤田参考人の はい、えじゃ、藤田参考人。はい、あの、ご質問、どうもありがとうございます。あの、ご指摘の、あの、繰入れ金ですね。あの、一般会計の貸し出しの話は、あの、特にユーザー団体の方が。 強く問題視しまあ、最後の最後まであのいろいろあのこの議論においてまあ、条件をつけて、あのなかなかあの首を縦に振ってくれなかった。原因最大の原因ではありました。ただし、まず注意していただきたいのはユーザー団体ですら。 つまりユーザーの立場、これ以上の負担というのに対して、一番あの慎重な立場を取るはずのユーザー団体ですら、付課金というのはおよそありえない選択肢だというような立場ではなかったということです。あの繰り戻ししさえ続ければももうう金のよななことを導入しなくても被害者 あの保護対策やあの安全あの対策が取れるんだというふうな、そんなことは考えておられなかったということです、この点はあのぜひご理解いただきたいんですが、まあ、現実にいきなり6000億が今年帰ってくるということは考えられませんが、仮にそれが可能だったとして、6000億帰ってきたとして、 その運用益というのはどこかに書いてあったと思いますけれども750万円程度なんですね。われわれが想定している対策のまあ額というのは200億円前後を考えているわけですけれどもおよそ話にならないような運用益しか帰ってこない仮に今日帰ってきたとしてもそんなものでしかないとてもあの賄えるよう,な費用なあのような収入はならないということなんですね。そういういこととを考えると仮にに将来的に 繰の持ちがありうるとしてもあの、積立金を取り崩すというふうなスキームになっていかざるをえない、そうなると、何十年あの、25年も介護を続けておられる方の話がありましたが、我々のこの問題というのは、非常に長期で安定的にやっていかなきゃいけない施策ですから、そういうものを賄うものとして、有限のお金を取り崩すということを続けるということ、それ自体はやっぱり、 適切じゃないということは、これはユーザー団体の方も認識されてたんだと思います。したがって、いくら強く言われても、それはあの一般会計に貸したのが返ってこないまま放置するようなことになっては困るから、筋は通してほしいと言ったんですが、返ってくれば、そもそもこんな付加金なんてはいらないだろうというふうな議論ではなかったです。ここはあの温度差あると申し上げましたけども、ここはまずあの。 共有していいただければと思いますで、まあ、その上で、どの程度のことが将来に向けて約束できれば、この付加金、ユーザーのさらなる負担がのめるのかというあたりが、最後の,あの議論の調整になったわけですけれども、確かにユーザー団体からすると、今回の大臣官合意でも、もろ手を挙げて賛成ではないのかもしれません。ただ差はりりながら過去よりはまずあの 繰り戻しの額は上がった上に、少なくとも5年間は確約されたし、今後もさらに継続するということも、抽象的には約束はされていると理解しております。あの具体的な額まで今、コミットすることができないのは、これは将来、どのような緊急の財政的な必要があるか分からないことを考えますと、非常に長期にわたって、具体的な固定額でコミットできないのは、これは仕方ないことと言わざるを得ないと思いますので、かろうじて今回の大臣間合意で、ギリギリ あの納得できるということは、ユーザー団体が最後は認めていただけたと理解しておりますので、まあ、あのこれ、将来にわたって繰り戻しの問題を、勢力きっちりあの解,決解決していただくことは、これは我々全員の委員の共通したあの要望ではありますけれども、まあ、かろうじて今回あの、付加金を正当化できるギリギリのラインはクリアできたというふうに私は理解しておりますし、それは 委員のあの検討会のメンバーのまあ共通の認識だったと私は理解しております。以上でございます。はい、それでは挙手していただけますか。じゃあ小沢参考人。はい。私の方からはですね、えっと細かな。 具体的なお話については、多分先生方の方がお詳しくお話ししてくださると思いますが、まあ、遺族や当事者の団体は、ですねやはり今の現状が、それぞれの段階で、えー、支援施策がしっかりとしていないということが、まず一点でございます。ままずその中かかからしっかりとまだ支援がされてないな部分をどうにかもうにも 安定的にしていくというふうなことを考えたときに10年後20年後は大丈夫かもしれないですが30年後となったときにこの今あるこの金額の中でこう運用していくということ自体が難しくなるということがしっかりとお話をされていく中でだんだんと崩れていっている一番最初に考えていたスキームが、まあ、そもそもこう運用益としてもこうこう返ってはきていないし、えー もう崩れていっている帰ってきたとしても対応することはできない状態だということであれば、もう一度車のユーザー団体の方、まあ、本当にこれに関しては私も一主婦でございますから、ほんの少しの値,が値上がりであっても、ですね、まあ、ほんと少し100円のものでも安く買いたいと思います。そういうふうなことを考えても、どうなのかということをかんあの話しました。で一番最初はこれががどちらが良いいののかというので こう運用の話となりますと、被害者、まあ、皆さん、本当にどれが当たりかわからないということは一貫して言っておりましたが、途中でだんだんとですね状況が見えていく中で、やっぱり今の運用方法では、最終的に枯渇すると、この枯渇してしまって、支援が続かなくなるというのは一番怖いと、支援を継続していくということが一番重要である。 ということを考えたときに、やはりこの問題点は、しっかりと、まあ、繰り戻しをして,い,ていただきながら、プラス付加金を導入するで、付加金をまたこれを先延ばししてしまえば、まあ、学士の問題ではないですけど、少しずつ積み立てしていけば、将来に備えることができますけれど、いきなり、まあ、また30年後にこのお話がしましたってなったときに、一般ユーザーの方の負担もさらに増え上がる。 であれば、今の金額、小さな金額からこつこつと積み上げていくということを考えてもいいんではないかという話が出ておりました。特に私に関しては、まあ、この学士の問題、学士のような、このしっかりと積み立てて、将来を検討していくということが重要かなと思っております。以上ででございますす福田参考人私のの方からですね、えーまあ、付加金の導入ははこれはもう 避けることとのできないい課題だううふうに理解ししておりましたつまり先ほどご説明申し上げましたように平成13年の際にすでに将来的な安定的な運用のためには付加金の導入は検討しなさいということになっていたわけですね、これ、付帯決議衆議院も参議院もしております、それでただ当時はですね、えー、貸し出したお金がこんなに返ってこないというふうに国土交通省の皆さんも思ってたと思うんですね。えー、私あの 自買制度を考える大臣懇談会のメンバーになったときに、いや、実は一般会計にお金貸してるんですよっていうから、それは何の話ですかと、ちょっとにわかにはわからなかったんですねで、話を聞いて、あともう一つ、あのいその特別会計2兆円貯まってますという話を聞いたと思います何のことですかというふうに思ったんですけども、それでその処理に、法改正に際して処理することになって、休億を回していけばなんとかなりますよと。 新たな負担も何も税の投入もなくしにできると、ところが、あの平成15年からずっと返してもらえなくて、どん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 切り崩していって、あのもう積み立て金の残高がガーッとこう減ってきたんですね、これ、私、途中でこれ、危なくないですかと、国土交通省の方にお話しました、このままの勢いでいったら、ずっと返ってこなかったら、とんでもないことになるよねと、お金がなくなりました、じゃあ、その時にどうしましょうかという話は、えー、どうするんだと。 いう話をしてですね。えっと、これはあの、私がか感じていたことです。実は、この付加金を導入することによって、え、財務省はあ、付加金が入ったから返さなくていいだろうと。もう安定的な財源ができたんだから返さなくていいだろうという議論をされることを、おそらく国土交通省の方では心配していたと思います。で、実はこれはチキンゲームなんですね。鶏が先か卵が先かの問題です。 で今回、国土交通省の方で決断して付加金導入ということに至ったのは、私は赤羽大臣の検討会だと思います。で、それで精査して、いや、新しい、えー、被害者救済事業をこうう展開していく必要もあるし、いろんなことを見直していかなきゃならない、今までが割と先延性意識障害中心だったものに対して、脊髄損傷であるとか、あるいは、えー、工事の機能障害であるか、あるいは遺族の問題であるか。 やっっぱりちょっと手が届いてなかったことが、こういう見直しをすることに見えてきたよねと、ただ、こういうこともやって、安定的に被害者を救済していくためにはどうするのと、安定的な財源が必要だし、今までのやり方でいったら、なくなってしまったらもうできなくなるよね、一般財源でやるということはかなり厳しい問題になると思います。ですから、あの私としてはというか、えー、私の会としてもですね、導入については。 賛成であるとただし、やっぱり繰り入れがきちんと、繰り戻しがきちんとされるのが当然の前提だよねということですね。で、あのこ,の回のこの回は一回あの、活動中止してました、なぜかというと、えーえー、事業仕分けの時にですに、ね、事業仕分けの対象から外れちゃったので、あよかったねと、えー、埋蔵金のお取り潰しの対象にならなかったんで、で一旦それで目的は達成したということで、えー、活動中止したんですが、 えもう十何年も帰ってきてないのと,と、だん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 減ってきて、これ大変ですねということで、活、え、動、ー、再,再開させていただきました、その時に、えー、財務大臣のところに毎年陳情に行くんです、麻生さん、お金返してくださいって、それからあの国土交通大臣のところに行って、返してもらうように強く言ってくださいと、大臣官護員の証文の書き換えが来るから、 で毎年、毎年やって、実はやっと去年、5年間は先のきちんとしたご意ができました、それまではあの昔の米価審議会のように、毎年毎年、金返せ、金返せってあの麻生さんのところに行ってたんですで、これをやらなくて済んだって、私、本当にありがたいと思ってました、よくここまで踏み込んで、財務大臣と国土交通大臣の間でやってくれたと思ってます、私のほうからは以上です。ここですはい 最後ににに一つだけ時間がこんなななかかかると思わなかったのでで申しし訳ないですす藤田参考人にお伺いしますあの自動運転と法という編著、えー、者にもなっておりまして、えー、今後あの自動運転の技術がこもう非常に向上すると思うんですねでそこで未来の,この自動車の事故というものはやっぱりどういうふうに変化するのか、まあ、激減するのではないかと思いますがその事故が起きた場合自動運転の事故が起きた場合の 責任の所在ですとか、あるいはまたその自賠責保険の制度の変化、この見直しの方向性、こういったものが分かれば、あるいは近年、ドライブレコーダーを義務付けすれば、相当この事故の引き逃げ等がこの減るのではないかと、本当は小沢さんにも質問したかったんですけれども、非常にその件のごの関心があるようですので、あもう終わりましたので、一応、<laughs> <laughs> 問題提起だけ、えー、そういうものの義務化、 あるいはその補,助補助制度の導入等についてのお考えあれば、藤田先生から30秒だけでお願いします。<laughs> <laughs> はいじゃあ、藤田さん、こに時間来ておりますので、端的にお願いいたします実は自動運転に伴う責任の,あの制度の在り方ということは、国土交通省も以前から関心を持っており、かつてあの民事責任に関する検討会を設けたとこがありますあの、当面は法改正しなくても何とか持つだろうということはあの理解されてるんですけれども、非常に長期的に見た場合、そもそもどういう方に責任を負担させるかということを検討しなきゃいけない、とりわけ完全自動運転が実現した場合にはそうなるだろうという問題意識は その場でも共有されておりましたし、まあ今後検討されていくものと理解されてしております。ありがとうございます。すみません。竹内真二君。公明党の竹内真です。本日は三人の参考人の方々にお忙しい中をご出席いただきまして本当にありがとうございます。先ほどの意見陳述をお聞きいたしまして、皆様方が本当にこれまで長い間この問題について取り組まれてきて、 さまざまなご,ご努力をされてきたことに対しまして、本当に敬意と、そして政治家としては、これまでご迷惑をおかけした部分が多々あったとことについては、私も1人の政治家として本当にお詫びしたい気持ちでいっぱいでございます。そして、最初にです、ね、藤田参考人にお聞きをいたしますけれども、参考人はです、ね、国土交通省の今後の自動車事故対策監視の在り方に関する検討会の座長を務められています。 昨年8月から議論をされて、本年1月、中間取りまとめの作成をされましたけれども、えー、藤田参考人にお伺いいたしますけれども、このときの最大の論点というのは、一体、えー、参考人としてはどこにあったのかということが1点と、それから先ほどの意見陳述もございましたけれども、今後の論点として、いくつかの点を挙げられてましたけれども、この中で一番これから課題となっていくというものはどこなのか、特に私、 自身はです、ね、ご指摘のありました、この被災者の支援や事故防止の中実施の中核を担う独立行政法人の自動車事故対策機構、このナスバこの認知度というのが大変低くなっている、この現状については、私も憂慮している一人でございます、この認知度を高めるということを具体的にどうしていったらいいのか、そしてもう一つは現実に支援をしよう必要とされている被害者の皆さん方へのアウトリーチ、 これも私は遅れているところだと思いますので、このアウトリーチの充実ということについても、えー、参考人のご意見をお伺いしたいと思います、はい、藤田参考人。 ごご質問どううもありがとうございますまず第一にあの、検討会における議論の一番あの重要なポイントはどこだったかということですが、これ今まで、今まで繰り返し申し上げましたように、被害者支援、事故防止対策を持続的に行っていくことの必要性はもう共通の認識で、これは異論が全くなかったところです、また充実させていくさまざまなあの、今足りないさまざまな部分があることも共通の認識でした。だから議論があって たのはもう繰り返しですけれども、今、繰り戻しがされないで残っているお金の存在について、どういうスタンスを取るか、でとにかくあのそちら側があのまず、メドがついてから付加金を議論すべきなのか、いやそれとも、いや、もう待ったなしであの、それは放置するつもりはないけれどもあの、付加金の議論はもうすぐに始めるべきかという、そこが最大の温度差があった。 ポイントだったと思います。で、あの結論は繰り込繰り返しですけれども、年度末のあのあ、年末のあの大臣官合意がなされて、まある程度の約束をいただいたというところで。 何とか折り合いがついて、あの付加金の導入ということをあのまあ、合意できたということでした。ただその大前提は、繰り戻しは必ず継続する、今後も継続するというこれをあの前提とし、またユーザーへのあの説明ですね、あの説明を果たすということを前提に合意されたということであります。あのこの辺りが一番大きなあの論点だったと理解しております。でその上でそのユーザーへの説明 政も含めてですけれども、広報の在り方というのが、その場でも、あの最後の最後までやはりあの強く指摘された中間取りまとめのときでも指摘されましてであの、先ほど少し申し上げましたけれども、この中間取りまとめの後の最初の,あの,あの会合が先週でしたかあの、開催されたんですが、そこでは、まあ、あの先ほどの効果検証の話と合わせて、広報の在り方についてもあの議論されましたあのいろんなアアイデアが出ました。 SNS など使ったらどうかとかどうあの YouTube などにですね動画ファイルを上げたらどうかいろんなアイデア出たんですけれども。あのー 誰に向かって広報するかということが非常に大切かもしれません、ユーザーの方に少しでも知ってもらうでしたら、例えば車検証の更新などの機会をらえて、できるだけそういうものを見ていただくということも必要かもしれません。ままたた一般の方々が一番見やすいような、あの私今 YouTube で申しし上げましたがあの 新しいメディアを使うことも必要かもしれませんしあの伝統的なメディアはもちろん捨てる必要はないですし、まあ、あのいろんなあの全方位であの活動することは重要なのではないかと思います。アウトリーチのほこは非常に大切でしてあの被害者の方がこういう制度せっかくいい制度を用意しているのにそれ知らない。 ことのあこたりについてもさまざまな意見が出されましてそれは間をつなぐような方ですねケアをされるような方なんかを通じてそういう周知を図っていくなどいろんな方法があるんじゃないかということが意見として出ましたまだまだいろんなアイデアが山積みのようになった状態でいろんな意見が出てるっていう段階ですけども今後もしこの制度承認いただけ法改正が成立すれば あのこの検討会でもあの皆様の意見を伺いながら、ぜひ実施していただきたいと思いますし、またこの問題は決してその専門家だけの話ではないので、あの一般目線をあの取り入れること必要ですの、ね、で、もしあのいろんな声をあのお聞きにな,ったことなることがあれば、ぜひあのお教えいただければと思っておりますよろしくお願いいたします小沢参考人に、えー、2点お伺いいたします。 1>, 1点目は、今回の新たな付加金制度の導入についてですけれども、この付加金によってです、ね、先ほど小沢参考にも言われてましたけれども、被害者支援対策、そして事故防止対策、この2つの両輪で、充実、図っていくわけですけれども、この自動車の事故対策事業の歳出規模というものを、最大200億円規模という形で想定をされていますけれども、この数字については、小沢参考にはどのように評価をされているかという。 ことが一つですね。はい、小沢参考人。えっと、評価という言葉についてはですね、少しこうこれが一番いいとか、これが足らないということははっきり申し上げることはできないと思っております。はい、ありがとうございます。竹内さん。 それからもう1点ですけれども、先ほど、様々なお話を伺った中で、例えば福祉面でのヘルパーが不足をしているとか、あるいは被害者や遺族の皆様の感情が出せる,出せる場所が、居場所がないというようなあのお話もございましたけれども、こうした様々な社会復帰支援の充実とか、そういう面に関しての政府に対する要望がありましたら、先ほどたくさんお伺いしましたけれども、 えー、ありましたら具体的にもう少しお,お聞かせ願いたいと思います。小沢参考人。はい、私の方からではですね、三、えー、点ございます。まず一点目が、えー、まあ先ほども、えー、お話が出ておりましたが、ナスバについてのお話でございます。まあナスバに関しては、やはりあの特にですけれど、遺族に関してはナスバと関わることというのが、例えば、えー、お子さんがいらっしゃる方でなければ。えー ななかなかす場を知るということがございませんでまたその、まあ、私もそうなんですけど、高次能機能障害の方がですね、まあ、約もう14年、私は前の事故になりますけれど、高次能機能障害の支援というのはございますかと言ったときに、高事能機能障害自体がなかなか知られていなかった時代でございますので、やはりこの今ですね、少しずつ認知度が高くなってきておりますので、しっかりとこの、 それぞれのケース脊髄損傷高次脳機能障害え、専制式障害の遺族に対して何をしているのかという候補をしっかりとしていていただいて、まあ、本当、先ほどあのお話ししていただいたように、本当にこうどの段階でなす場を知るかということが非常に重要だと思っております。ですから、本来であれば事故に遭いました。 なったらば、すぐになす場の情報を知れるというのが一番だと思っております。ですが、なかなかそこにたどり着かない、また、どのような支援があるのかというのが、今あと一番最初、事故でこう混乱の中だとなかなかわからないので、2段階、3段階とか、何らかの形で理解をしていくということが必要になるのかなと思います。まあ、もう一点は、えー 今、ですね国土交通省版被害者ノートというのを作っているんですが、被害者の方にですね書き込み式であったりとか、理解しやすい、まあ、少し文字の大きいものとして、まあ、これの交通省版を作っているんですけれど、まあ、こういうのを使って、ですねしっかりとこういうものを出しているんだよと、そして被害者救済をしているんだよということと、支援というものがしっかりと具現化したもので、人に知っていっていただく。 そうすると、あ、これ欲しいな、何が書いてるのかわからない。そして、どう生きてったらわからないかという方のまあ参考書というか教科書みたいな形になるのではないかな。そういうような形で、何故かの後方法にも一つお役に立つのではないかなと思っています。まあ三点目ではありますが、えっと犯罪被害者支援条例というのが各都道府県に最近は設置され始めてきました。で、都道市区町村窓口に関しては。 基本的に内閣府の調べでは100%設置になっております。ですが、まだまだその機能が充実されていないというのが現状でございます。支援に行っても、助けていただきたいと言っても、県の窓口を紹介されるだけというのが現状でございます。先ほどのヘルパーさんのお話もありますけれど、本来ヘルパーさんを頼むとなると、市区町村の窓口に頼むであったり、病院とま 窓口が一緒になっているケースワーカーさんに頼るというのが基本的だと思うんですけど、この被害者支援政策の中で、この被害者支援条例とナスバをうまく融合させることによって、非常にこう意義のある効果的な支援につながっていくんではないかなと思います。私の方からは以上でございます竹内君、はいえー、っと最後にです、ねえー、福田参考人おき します福田参考人は今後の自動車事故被害者救済対策の在り方に関する検討会の座長をされましたけれども、えー、特に後遺害が残った方、あるいは、えー、リハビリの機会の提供をです、ね、安心して受けられる環境の整備というものをです、ね、今後です、ね、さらに加速していくためには、どういった取り組みというものをしていくべきかについて、ご所見を伺いたいいたと思います福田参考人。私が座長を務めさせていただいたただ 自動車今後の自動車事故被害者救済対策のあり方に関する検討会は、令和2年8月からスタートしています、これ、合計4回やりました、令和3年7月に報告書を、当時の赤羽大臣に提出させていただきます。で、この活動がスタートした経緯というのは、自動車損害賠償保制度を考える会の活動の中で、赤羽大臣にですね繰り戻しのお話をお願いに行きました。その中で 早期の返済をお願いした際に、ですね被害者団体の方がいろいろなご意見があるのでということで、いろいろ意見とお伝えしたところ、非常に感謝をお持ちになって、この検討会が設置されたんですがで、1回目にも出ていただいて、ですね、えー、成果を非常に期待を寄せられたんですけど、どのこのですね検討会で重要だったなとは何年かというと、<laughs> 被害者団体の方々を中心に、ですね現在の課題、あるいは新たな政策への要望が提示されました。 で、それを検討させていただきました。で、特にですね。これまで十分な手当てのされていなかった脊髄損傷や高次脳機能障害者へのリハビリ、あるいは社会支援に向けた支援などが議論されています。で、特に重要だったのはですね。専制意識障害の場合と、それから脊髄損傷の場合と、それから高次脳機能障害の場合、それぞれがですね。リハビリテーションの充実について、それぞれ違った独自の課題があるということが。 明らかになっこういう、いや、私たちはリハビリというとことをあの、みんな同じだと思うように考えてしまいがちですけれども、実はこの交通事故の被害者の方でも、どういう被害を受けているか、どういう障害があるかによってです、ね、リハビリについても、課題が別ですよということが明らかになってきました、でそうすると、じゃあ、これに対してはこういう対応しましょうという施策を打ちやすくなってきたと。 こういうふうに進めていけば、じゃあこれは回避、解決できるよね、ということができるようになったと思います。で、これによって、ね、あの、決めの細かい対応と、これ非常に大きかったと思います。で、ただ特にですね、親なき後への備えについては、え、介護者の、まあ、高齢化が進行して、先ほど私、久山さんの例もお話しましたけれども、もう非常に、あの、心配だと。え、どうすれば、あ、現在介護している方がお亡くなりになった後に、 被害者が生活する場を確保できるかが、これが実は大きな問題になりました。これはですね、待ったなしの問題でして、しかし残念ながら、この点に関してはですね、例えばグループホーム等におけるものということを考えたりもされてるんですが、実は厳しい人手不足の現状があります。で、そのために、これはさらなる改善が必要で、あの現時点、現在ではですね、 この親亡き後の介護問題については現状では自動車事故被害者や家族の方の将来に向けた不安を払拭することはできていません以上でございますありがとうございました竹内君ありがとうございました時間がか,かりました以上です浜口誠君はい、国民民主党新緑風会の浜口誠です今日は三名の参考人の皆さんありがとうございました 大変ですね皆さんの方から本当、貴重なですねご意見伺って、ですね今後の議論にですね非常に参考になるご意見だったと思っております、本当にありがとうございます。私からですねそれぞれお伺いしたいと思いますまず、福田参考人にですねお伺いしたいと思いますま、財務大臣にお金を返してほしいという立場で、ですねこれまでも取り組んでこられたということですが、3名の参考人の皆さんからも、ですねいわゆる一般会見に繰り入れられたですね、 自賠責の自動車ユーザーの皆さんのです、ね、保険金の運用益。これ、まだ返ってきておりません。6, 6億円です正式な数字は、ですね、二十七年間ですね。一般会計に繰り入れたままですね、特別会計の方に返済をされていない。と、まあ、こういう実態がございます。まあ、こうした中で,です、ね、三名の参考人の皆さんからも、継続的な繰り戻し大事だというご意見をいただいてです、ね、大変心強く感じましたが。 福田参考人としてですね、この27年間自動車ユーザーのですね、えー、自賠責の保険金の運用益がですね本来の会計に戻ってきていないこの実態ですね。まあ、過去を振り返ると2000億円規模で年間でですね狂い入れた時もあります。一方で先ほどありましたけども平成、えー、10 5年16年16からです、ね、平成30年まで、15年間、塩漬けにされて、1円も返ってこなかった時代もありました、まあ、ようやくです、ね、ここ最近、数年ですね、規模は小さいまでも繰り戻しは行われておりますが、でもまだ6000、6億円と、まあ、こういう実態にあることに対してです、ね、福田参考人としての思いであったり、ご意見をです、ね、ぜひお聞かせいただきたいなというふうに思います福田参考人。 のスキームが9000億でを回しましょうと、それでやりましょうということでした。で、当時はあまり不安に思ってませんでした。なぜかというと2000億が返ってきたり、こういう形、順調に割と戻ってきたので、あ、これだったらなんとかなるのかなということでした。で、私としては9000億がきちんと返ってきて回っていく分には、 あのもう将来大丈夫かなとは思ったんですが途中のスキームが崩れてしまった理由の一つがやっぱり金利の低下だと思いますで基金をこうどんと積み上げてそれを回してというスキームがも,うもはや成り立たなくなってしまっただから先ほど藤田参考人も大沢参考人もおっしゃってたと思いますけど今全部じゃあ6000億返,って返してもらってじゃあ付加金入れなくて済むのかというとこれできないんですね足りませんだからそういう意味ではあの 順番ははどううとといいことはあ,あるかもしれませんいや筋としては6000億全部返してもらってそこで足りない分付加金とかいろいろなこと考えることがあるかもしれませんが国の財政状況と私らがそこまで考えなくていいというよりは、まあ、ちょっとやっぱり心配だなと日本のことを考えてもやっぱり無理だよねとやっと50億ちょっとぐらいずつ返してくれるとか、まあ、返してくれるというか繰り戻してくれるというんですかねなったところでまあ あの我々の会というのは自動車総連それから自動車会議所という日本自動車会議所というメーカーもそれからそこ,そこで働く労働者の方々もそういうオール自動車を取り巻くに関係人たちの全ての あの団体なんですねでそれがあのみんなで意見をこうすり合わせて意見を一致させて今回の改正それから繰り戻しについて早期に実現ということでえ活動を続けてきたので実はなんとかえ途中でえ繰り戻しがスタートしてで今回やっと向こう5年間についてはとりあえず約束ができてとでさらに安定するためのえ付加金を導入していくということで。 なんとかこの仕組みが整ったかなというふうに考えています。そういう面ではやっぱり6000億があったらどうかという議論はあんまりしたくないんですけども、なかった、返してくれなかったから、我々は真剣になって、どうしたらこういうことが継続していけるかなという議論、こ検討入ったので、私はこう23年の活動、自分のことを振り返ってみるとですね、金、ま、利、あの。 問題とかありましたが今いいところへ何とか軟着してる軟着してるのかなというふうに感じております私の方から以上でございますはいありがとうございます玉口君、はい、ありがとうございます、まあ、引き続きですね財務省については付加金が、まあ、今回創設されたとしてもですね6 0 0億円というのがですね一般会計に繰くれられているという事実はこれ紛れもない事実ですので、まあ、早期にですね しっかりと政府としてです、ね、対応していただく、これはです、ね、強く求めていかないといけないというふうに、改めてこの点をです、ね、私も申し上げておきたいと思います。で続きまして小澤、ね、小沢参考人にお返ししたいと思います。本当にです、ね、あの遺族の方の立場でいろんな活動をです、ね、これまでやっていただいたということがです、ね、今日のお話を聞いても改めて感じることができました。でその中で,です、ね、ヤングケアラーの件につきまして、お話をいただきました。ようやく日本でもです、ね ヤングケアラー問題というのはかなりですね、スポットを浴びてです、ね、あの非常に重要な課題ではないかということがですね、最近言われております、まあ、我が党でもです、ね、このヤングケアラー問題、非常に重要なテーマということで、すね法律も作りながらです、ね、問題提起をさせていただいているところですけれども、このヤングケアラーのです、ね、対応について、まあ、小沢参考人の立場で,です、ね、どういったことをです、ね、国や 地方自治体がですねこれからやっていく必要があるのか、まさに当事者として、ですね息子さんのお話も本当に心に響きましたけども、ぜひです、ね、あのこれまでの体験も踏まえて、ですねこういう点が必要なんだというところをですねぜひともお聞かせいただきたいと思います小沢参考人。 ありがとうございます。あの本当に多くの遺族だけではなく、当事者のご家族に、お子様がいらっしゃればど、どの家庭であってもですね、このヤングケアラーにあたる家族が大変多いと思っております。でですね、遺族はなぜヤングケアラーになるのか、介護者介護者は誰かというとですね、やはり 大切な家族の中の誰か,誰かを亡くしているわけですね、そうすると精神的にも、肉体的にも疲弊してです、ね、でもう立ち上がることすらできない状態っていう方っていうのは本当に多くいらっしゃいます、本当にひどい状態であれば、何度も自殺未遂を子どもの前で繰り返している、このような状況もあるというのが現状でございます。そうすすするるとと子からですね 一番言われるのは、お父さん、お母さんを支えてあげてね、あなたが大切だからねという声がけをされます。ですが、その子どももやはり心の傷を負っているわけですから、心の傷というのは見えない傷でございます。ですが、その傷こそ、みんなが見える顔していって、その子どもにも寄り添っていくというような体制づくりが必要かと思います。まず第一に考えられるのは、ナスバの友の会でございます。 <laughs> この「夏場の友の会」というのはですね今子どもたちが親が亡くなっていればこの「友の会」というものに入れるまたは行為障害に入っていれば入れるということなんですがこの「友の会」の存在をよく知っていただくということがまず1点目でございます。このののそそれぞれれぞがでですすねううちの息子と娘もそうなんですけれど言ったのは この間春になってですね一人暮らしをし始めた頃を少しこう運転免許を持ち始めていろいろな交通事故の話をさせてもらいましたその時にやはりどれだけお父さんお母さんが大変だったのかがやっと分かってきたとだけど実は僕も大変だったんだよっていうことをやっと話してくれたわけですねこういうふうに話す場所というのが実は本来必要で大人は たまたまそのカウンセリングに行ったりとか、例えば、えー、犯罪被害者のこう支援の中で、えー、話を聞くカウンセリングというのがありますけれど、子どもの声を聞くというところは実は大変少ないんですね、そうすると、なすばの友の会というのは、まあ、その一つに当たると思っています。また、えー 本当にこうよく言われるのが学校のスクールカウンセラーはどうですかと言われるんですけどスクールカウンセラーではいじめであったりとか家庭内の問題でしか取り組んでないんですからこのグリーフケアという喪失感にあたる部分のケアというのはしっかりとあの。 理解している方がしていただかなければ、まあ、本当に間違った言葉を子どもに伝えてしまうことで、二次的被害が与えるというような状況になっています。ですから、グリーフケアプログラムというのを、足長育英会さんとかも行っていますが、こういうようなグリーフケアステーションというような場所を全国各地に配備していくということが必要ではないかなと思っています。要は子どもの心を聞く場所 を設置することによってその子が何が必要なのかどんなことに困っているのかを浮き彫りにすることによって社会福祉それから心の問題というものにしっかりと直結していく場所を作るというのが今の重要課題かなと思っておりますまずは私たち大人は聞く耳を持つということが重要かなと思っております以上でございます浜口君はいありがとうございますあの今後ですね 今日いただいたご意見もです、ね、しっかり受け止めながら、あのわれとしてもです、ね、いろんな支援策、議論もさせていただきたいなというふうに思います、ありがとうございます。続きまして、藤田参考人にです、ね、お伺いしたいと思います。で今後です、ねあの、付加金をです、ね、ユーザーの皆さんにお願いすることによってです、ね、被害者支援、さらには事故防止のですね、 事業規模今、140億程度ということで現状をやっておりますが、今後、200億円程度まで拡充していくということになっております、それぞれ30億ず,らいずつですね、事業を拡充していくと、このですね200億円、自動車ユーザーの皆さんに換算すると、付加金150円を超えない範囲内でということの議論に今なってますけれども、このですね事業規模、 の適正性先生のお立場から見たときに200億円というのがです、ねまあ、適正なレベルなのかどうか、まあ、これのです、ね、規模に至った議論経過も含めてです、ね、まあ、どのような議論経過でこの規模感が出てきているのかといったところをです、ね、ご説明いただければあり,ありがたいと思います藤田参考人。 ごご質問どううもありがとうございますあの200億円の適正さというのは、先ほど小沢さんもおっしゃったように、これは適正だというふうに言うというのは、なかなか難しい、あの論拠を持って言うというのは、あのいくらかというのは、非常に言い,言いにくいものなんですけれども、あの繰り返し、あの例えばあの福田参考人なんかからもあったように、今現在、足りない政策というのはいろいろあるで。特に重要なのが、まあ、介護者亡き後 のあの問題と、あとはリハビリなんかは、相当そのあの被害者の性格に応じて違ったあのケアが必要だといった話、まあそういったこと、さらにはあの施設が老朽化してしまっているもの、何とかしなきゃいけないというもの、であの事故防止の方で言うと、新しい技術に伴って、まあ,あの自動運転車、まあ,あの高度な、あの システムがあの開発されるわけですけどそういったものの安全性を評価し、まあ、認証しであの、一定の範囲でそれ評価してあの、ユーザーの,、まあ、あの利用あの促進すると、まあ、そういった施策が必要になってくるわけなんですけども、まあ、そういった新たにあのどうしても追加すべきところを加算すると、まあ、今の140億では足りず、多少上積みが必要。であの ユーザーのお金使って負担をかけてまでやることですのでだからといって増えれば増えるほどいいわけではもちろん増えればいろんなことやれるわけですけども限界があるそのギリギリのバランスっていうのがその今の200億ぐらい前後っていうところで。 おおむね委員の間ではあのまあ、共通の認識になっていったんだと思っておりましてまいろいろこの点の妥当性の評価っていうのは議論のはあるかもしれませんけれども総額としてはおおむねあの妥当なものというふうに私もあの理解はしております。ただしその大前提は何度も繰り返しですけども効果検証をきっちりして本当にこのあの事業このお金でやるのが適切なものなのかどうかね効率的に利用されているのか。 た話で本当にどうしても必要な政策なのかどうかそれを毎年あのきっちり検証すること前提にあの200億というのはま適正な規模なのかなというふうに思っております以上でございます。はい、以上浜口君はいありがとうございますまさにあの先生おっしゃるように効果検証ですね。<laughs> これは毎年、いろんな方のこう視点で,ですね検証をして、必要なもの、あるいは効果がないもの、さらに必要なものも変わってくる可能性もありますので、そういったものを常にですねアップデートしていく仕組み作りというのはこれから大事だというふうに思ってますので、そういった視点もですねしっかり我々として、今後の議論で詰でめていきたいと、このように思っております。ごごごご質問あありりががととううざざいいままししたた答弁 室井邦彦君委員長日本維新の会の室井でございますよろしくお願いいたします参考人の方々には多忙なところお時間をいただきまして感謝と御礼を申し上げる次第でありますそれでは早速 <coughs> 質問に入らしていただきたいと思います藤田たか参考人におかれましてはこの検討会の座長として ご尽力を賜っております。御礼を申し上げる次第であります。えそこでこの多少各先生方との質問を重複するところがあるかもわかりませんが、その点はご勘弁をいただきたいこのようにお願いをしておきたいと思います。この自動車事故対策この感情のこのの財政のこの事情でありますが、この。 自動車事故対策事業のこの実施は平成13年改正時の前提が成り立たなくなったと当時のスキームは崩れており崩れており本年1月公表の検討会の中間まとめにそのように記載をされておるところでありますがこの積立金については検討会の中でも 積立金は名目ベースであり物価が上昇した場合には心もとないということさらにインフレの可能性は脅威となるとこういう意見が出ておると聞いておりますが財源として今後どうしていくのかどうしていくのが適切なのかその点を藤田参考人に お聞きをしたいと思います。よろしくお願いいたします。<laughs> 藤田参考人、ご質問どうもありがとうございました。あの中,中間取りまとめの非常に細かいところまであの精読されてあのまず感謝いたします。あのご指摘のあったまずあの読み終げられた言及された部分というのがどんなコンテクストでこういうことが言われたかということを説明した上で今後のあり方についてあの説明させていただければと思うのですけれども、あの。うん 今ご指摘のあった箇所ですね、あのインフレの問題ですとか、まああの名目だからあ,あの物価上昇との関係で、あの心もとないこの点の議論が出てきたのは、あの現行のスキームの持つ内在的な問題点の指摘という角度からあの指摘されたものと理解しております。つまりあのこれ何度も繰り返しになりますけれども、あの繰り戻しも含めてですけれども、既に現在ある 固定されたお金を取り崩してあの対策を行っていくというやり方を取ると、どうしても今言ったような問題があって、であの数十年後には、いずれ枯渇するということを前提に、しかもあのこれも繰り返しになりますが、もう20年、30年のスパンで考えなきゃいけないような対策を、そんな形で財、そういうあの有限の財源を取り崩す形でやるというのは、やっぱり問題だという中で、今言ったことがあるから、なおさら、 あの今申し上げたインフレの問題だとかまあさらにはあの将来的にはあの人件費の,あの向上とかいろいろ要素考えられそうなんですけどもそんなものもあるとあのやっぱり問題でそうこういうスキームでやることはよくないしたがってイン,フルあのインフローがあるような。 長期的にあの少しずつお金が入ってきて、それでまだ毎年、財源としてあの使っていくという、そういう形に変えていかないと持たないんじゃないかという、そのコンテンツで今の不安,不安というのは、今のようなご指摘が出されたわけです。でそれを踏まえて、今後のことについて申し上げますと、これはあの今まであの私、一言も言ってなかったことですね、新しいあの部分になりますけれども、こういう制度、つまりインフローとしてのお金が入ってくるような仕組みに変えますと、 あの積立金というものの性格が大きく変わってくることにご留意いただければと思います。今までの積立金は運用益を生み出す原資ですので、とにかくこれが減るということをできるだけ防ぐで、それによって運用益が減ることを防ぐというふうな、そんなスタンスで臨むべき性格のお金だったのに対して、インフラの収入があるんだったら、積立金というのはやたら高い額で、 ずっと維持するということは、必ずしも必要じゃないということになってきます。で、このことを踏まえまして、あの中間、取りまとめでは、まあ、一定の額は残して減らしてもいいという発想を前提に。あの。 付加金などによるまあ安定財源確保後は、一定期間引き続き、形状的な歳出の一部に当てて、ユーザー負担の軽減を図るという形で取り崩していくということをあのに言及してございます。まあ、いわば激減緩和措置というわけではないんですが、当面はあの取り崩しを続けて、一定の規模まであの積み立て金は下げる、その取り崩しの額と、 返ってくる繰り戻しの額とユーザー負担のあの負荷金とで、まあの財源を賄う、まあ、そういう形になっていくということになります。で、もちろんあのインフローがあるからといって積み立て金ゼロにしてしまうと、いざという時に何か特殊なあの。 非常事態が生じて、お金が必要なこともあるので、ある程度の額は残さなきゃいけないんですけれども、積立金についての将来があの大きく今とは違った捉え方をして、それを合わせてユーザーへの負担を適切に抑える形のまあ将来像を想定してございます。以上ででごござざいいいいいまますすははい、はありがとう君、はい、それではあの福田安の参考人にお伺いを いいたたたししまますが23年間にわたってごご苦労様でございました私の国会議員の在職期間よりもちょっと長いようですけども、まあ、これからもしっかりとご活躍を期待をしております。ところで、えー、この付加金の導入については、先ほど来も参考にお答えされておられますけれども、この平成13年、自賠法改正の、 決議にも書かれておるところであります当時の国会でも議論されていたことは私も承知をしておりますが一般会計からこの自動車安全特別会計会計への取り戻しについて平成30年に再開されるまで一時滞っていたことはこれは本当に問題だと認識をしておりますが 過去においては繰り戻しどころか、すべてを一般会計化するという話もあったと聞いておるわけでありますが、まあ、過去の経緯について、この問題に長く関わってこられたこの先生のです、ね、ご所見、ご意見をぜひお聞きをしておきたいと思いいます、はい、福田参考人、はい、ありがとうございます。 えとまず1点目、ですね平成13年の時はですね極端なその一般会計化というのはなかったように記憶しています、ただあの2兆円という金額が、まあ、想像を絶する金額でして、えー、私、青森県の八戸出身なんですが当時あの青森、八戸から青森以北の新幹線建設が7000億ちょっとでできるという <laughs> 試算が出て,てですねあこの運用域をこっち使っちゃうと。 地元負担なしでできんじゃないのというふうに一瞬考えたことはありますけれども、先ほどあの申し上げましたように、あのこの自賠責保険の運用益というのは、被害者救済事業とかも、共助の仕組みの中でえ出来上がってきているものなので、やはりこれを一般会計化することはおかしいとえ、それはやはり筋が違うだろうということで、当時は13年の時はですね、あは、そういう議論は表にはあまり出てないと思います。ただ あのお金額が大きいんで、じゃあこれ、2兆円をもうちょっとワイあの配分をちょっと変えて、じゃあちょっとい一般会計越しようかとかいう議論があったかどうか、私は分かりませんが、少なくとも2兆円を20分の11と20分の9に切り分けるという議論では、えー、一般会計化というのは一切考えには入れてなかったと思いますただだし次のや山がやはりあのあの仕分けだと思います。 あの仕分け事業で埋蔵金発掘のときに、えー、この通安全特会が対象となってし,てしまいまして、それを検討してもらう、検討の対象になったんですが、やはりこれ、被害者救済事業のための重要な原資であるということから、あのあのやはりお,お取り潰しと言ったら変ですけれども、これを一般会計として召し上げるという対象にはならなかった、これ、本当に良かったと思ってます。ですからあの時の 同じ議論であったのは、やっぱり地震再保険のお再保険金がやはり対象となって、あれ取り潰してたら、東日本大震災の時に大変なことになってたなというふうに今でも思ってますので、そういう意味では、あのいろんな特別会計というのは、それぞれ目的と,目的と意義があってやってるので、簡単に一般会計化するというのは、あの性質のものではないというふうに考えてまして、特にこの交通、えー、安全特会については、えー 原子の問題とそれから使途の問題ときちんとしっかりとしているスキームの中で運営されていてやはり一般会計化というのは違うし早早くあの六千億は返していただくべきだべきだろうというふうに考えております。以上でございます。はい、ありがとうございます。村井君、委員長。それではお最後に、えー、小沢参考人に、えー、お聞きをいたしますが、あまああの。 この質問をする前に私も身を詰まされるような思いがするわけでありますけれども私もこの世界に入る前までは運送業を営んでおりまして死亡事故を2回経験がありまして、まあ、こういうことは非常に敏感にです、ね、感じておりまして本当にあのいろいろと問題を抱えて対応されておるということに対して 最高の経緯を表したいいと思います、まあ、これからもどうかよろしく対応を遺族の方々に被害者の方々に対応していただくようにぜひお願いを申し上げます、えー、ところであのこの事故の被害者やご遺族の皆様方が同じ災害に見舞われることが二度とないようにこれはもう願うものでありますが一人でもこの被害者を 減らしたいというこういいととうううこ気持ちは当然であると思いますその意味において、事故を未然にこの防ぐ対策こそが非常に大切な、大事なことだと思っておるわけでありますが、少なみな質問になりますが、特にこの事故の当事者としてのお気持ちをぜひお伺いをしたい。 このように思っております。お、ぜひお話しいただけないでしょうか。はい、小沢参考人。はい、ご質問ありがとうございます。あの、私たちはあの交通事故遺族として活動しておりますので、この戻ってくることない命をひたすら思って生きていくほかありません。 その中で、まあ、先生がおっしゃるとおりこの交通事故被害者支援もそうですが両輪であるこの事故対策についてもしっかりとあの施策として考えていっていただきたいという思いから数点お話を交通安全の方についてさせていただくことでよろしいでしょうか。はいえっと 私たちは本当に多くの交通事故犠牲者を見てまいりました、それは当事者もそうですし、ご遺族もそうです、その中で、本当にこう子どもたちで分かる交通ルールというものを改めて考えなくてはいけないんではないかと思っております。そして最近多いのは 横断歩道の中で渡りきれてない高齢者の方が多くてそこに高齢者の方が高齢者を引いてしまうというような事故が起きています。 でまあこれは高齢者だけではなくて障害者の方においても同じことが言えると思います。これの対策のために放射分離信号などを対策がしっかりと講じられていくというようなことが必要かなと思っています。この何が適切かというのが横断歩道の中で何が必要かというのが本当に多くありすぎてですね。ではあの車と人を分けるということで支援ができるのではないかなと思います。また道路標識や 標識が分かりにくい場所が本当に多くてあの、一時停止がよく分からなかった、なので警察に捕まってしまったということがありますけど、警察に捕まるくらいだったらいいですけれど、人をはねてしまった、死亡してしまったってなったら、まあ、まあ、全くこう問題があると思っています、そして、まあ、本当に交通事故のこう基本計画なども、さあの毎回、まあ何年後まあ、3年ごとの見直しだ,とだったと思うんですけれど、 5年だったでしょうかすいませんちょっと細かく忘れてしまったんですけれどこの検討や対策に対して当会でも一生懸命考えて話を常にあの交通安全基本計画にしっかりと意見を出させていただいてますで、それがしっかりとこう国の中に反映しているのかしていないのかというのをしっかりと見ていて いただ、きたいんですけれどその中にぜひこう当う者をしっかり入れていただきたいなと思いますそして、まあ、本当にこう、ゾーン30といってです、ね、子どもたちを守る環境というのをぜひ考えていただきたいんですけど、欧州などではもう、欧米ではです、ね、もうゾーン20にまでなっていてです、ね、生活圏の中であったりとか、スクールゾーンの中で、しっかりとこう子どもたちや、まあ、大切な命を守るというものに対して、保護者、 歩行,歩行者を守る道路というものが基本理念とされています。ですが、やはり今の段階では、こう道路、日本の中の道路というのがですね、どうしても自動車優先の道路になってしまっているというのは、大変問題だと思っております。こういうよういよな認識を 改めていくということも私は交通事故を減るということの一つだと思いますしこの付加金制度を取り入れるにあたってユーザーに理解してもらううちの一つとしてじゃあ1個事故減らせばこのお金使わなくて済むというように考えていただきたいって思ってしまうんですそれはやっぱり事故が1人でも減っていただきたいこういうような家族が亡くなってほしいこんな悲しい思いっていうのは今日あの東海の松永も連れてきて おりますけれど本当に会わなくていい二次被害、三次被害に本当に合うんですね、この苦しみというのを二度としてほしくないという思いから会を立ち上げましたが、まあ、こういうような思いというのをです、ね、心の傷は見えないというのを何度も申し上げましたが、こういうような思いをしていただきたいと思います、それからちょっと最後になりますけれど、まあ、本当にこう妊婦さんの事故が結構多くあります。 今はこう、このシートベルトをしっかりしましょうというふうになっていますけれど、実は私もそうなんですけど、妊婦中に子供を亡くしたことがございます、でそうすると、死亡した胎児というのは、物扱いなんですね、人扱いではないんです、なので、命というものを考えたとき、胎児も人であってもらいたいなと思います。本当にこう,こう 社会の仕組みが発達していく中で、こう子どもを亡くしたお母さんの気持ちであったりとか、さまざまな観点から多角的に交通事故というものを見ていただきたいですし、交通事故対策に対してもこのしっかり付加金の中でこう対策が組まれるような社会になっていただきたいなと思っております私からは以上でございます、はい、ありがとうございます。終わります武田亮介君はい 日本共産党の武田亮介でございます今日は3人の参考人の皆さん本当にありがとうございますえまず私が今回の法案を見てですね最大の問題意識はもうすでにお話が出ておりますけれどもあの約6000億円のですね、えー、問題そのまずちゃんと繰り戻しをすることが前提だろうとそれが筋だろうと ということで、まあ、参考人の皆さんも、えー、また検討会でも、その方向というのは一致しているのではないだろうかというふうに思っております。やっぱりそのお話もありましたけれども、繰越金はその税金ではなくて、その運用益なんだと、保険料を原資とした運用益なんだという話、でそしてまたそのロードマップが示されない状況で、付加金の導入を明確にすることは危険だと。 まあこういうのが意見があったということも議事概要でも私も拝見をさせていただきましたそしてですねちょっとご質問させていただきたいのは、えーまあ、ちょっと若干重なる部分があるんですが前回のその法改正の後のですね新しいスキーム ですね、あの福田参考人から今、お話がありました、これがそもそも不可能だったんじゃないのかと、その当時から言って見通しが甘かったんじゃないかというふうに考えられないかということなんですね、お話があったように、その運用に使う積立金が不足したということですけれども、8700億程度ですか、運用利率2%で回していくと、しかしそれ、完済されなければ、8700億というふうにならないわけ。 でありまして実際には2600億程度だったというふうに承知をしておるんですけれども、そうなってくると、なかなかこれはやはり無理があったのではないか、あるいはその利率の話がありました、これが下がっていくという傾向が当時からあったとすればどうなのか、まあ、こういった点についてです、ね、藤田参考人、それから福田参考人、もしご意見あれば小沢参考人にもなければあの結構ですけれども、はい、よろしくお願いいたします。はい、藤田参考人 えっと、あのなかなか申し訳にくいんですけども、平成13年の時のスキームの立て方、それ自体がやや見通しが甘かったんじゃないか、まあ、今、後知恵的に言うと、金利というのがそんなに頼りにならないということを考慮すべきだったと言えなくないのかもしれません、しかし、今の異常な金利がこんなに長期に続くということを、その時点で良き できたかというと、私だってできなかったと思いますので、あのその点を強く非難することまでは、あの私はあのできません。ただ振り返ってみると、しかし、まあ実現不可能なスキームを作ってしまった、あの維持不可能な仕組みを作ってしまったというのは確かですので、あのそれをあの適,適切な形でできるだけ早く改めるべきだというふうにあの考えておりまして、あの過去を したこと、そのものへの批判非難というよりはまあ、それを踏まえるとどう。反省し、どうするかというふうに頭を切り替えるべきじゃないかというふうには思っております。あの、さらに言うとあの。一定の積立金というようなもので、取り崩すという形でずっとあの。 あのやるっぱり運用益というふうなインフローがあるっていう仕組みだったのでインフローが入ってこなくなった時には別の形のインフローを何らかの形で考えなければいけないということを考えるとすると当初考えてたことと付加金というのは異質のように思えるかもしれませんが。 基本的な発想としてそこまで異質なのかということは、実はあの疑ってみることもできるのかもしれないというふうにも思っております。まあ、いずれににしししましてもあの過去確かに、まあ、あの見通しはあの と違ったことになったというのは事実でございますけれども、まあ、そのこと、それ自体を強く非難するというよりは、まあ、それはそれとして、まあ、反省するとか反省した上で、今後はそんな見直しをしなくて済むような仕組みというのをいち早く作ることに専念すべきじゃないかというふうに思っておりますす以上でございます、はい、福田参考人。ご、はい、質問ありがとうございます。今藤田参考人ががおっっしゃったのののとほぼ同じなんですけれども私が当時あの、えー、再保険廃止の際の、えー あの国土交通省の委員の1人でしたけれども、私、これで大丈夫だろうなと、実は私も思いました。だからその時の判断が誤っていたというと、まあ、こうやって振り返ってみると、その間の異常な低金利が発生し、あるいは繰り戻しがこんなに長期間にわたって行われないなということは予想もしてなかったんですね。 指摘は成り立つかもしれませんが、じゃあ、当時のあの状況の中で、こういうスキームでやっていこうという判断をしたことに、やはりもいささかの間違いもなかったのではないかと、ただし、付帯決議をきちんとあのバッファーというのもいいますかね、それとして置いてきたと、でそれをいよいよ、えー、見直して、えー、被害者救済事業を付加金導入によって維持、安定していこうという時が今、やってきたというふうに私は評価しております以上でございます。 私の方からは過去のことはもう本当に分からないとは思いますですが今見直しの時が来ていますので先生方にお願いいたしたいのはやはり一番はこれからのこの救済対策に対して ほんま、これまでのことに対してがないように、十分に対応できるような対応策というのを検討して、運用ができるような仕組みを検討していただければなとお願いでございます。以上でございます。武田君はい、あのありがとうございました。えー、次にですね。小沢参考人からあの冒頭のお話の中にその被害者支援とですね。それから、交通事故の防止が。 車の両輪ととしして重要でああるというお話がありましたあの私も本当にその通りだというふうに思っておりまして、その事故防止ということ、まあ、そもそもです、ね、発生させないということがやはり大事でありますので、えー、考えております。で、私も長野県の出身なんですけれども、あの軽井沢のスキーバスの事故もあってですね、えー、ああいったこと絶対繰り返してはならないと。で ドライバーさんのですね、まさに今、その急速に関わっても議論が行われております、改善基準、国示の見直しということで、でバスだとかタクシートラック、それぞれあるわけですけれども、そういったドライバーさんの休息、ちゃんと取って、ですね交通事故を起こさないように、もちろん労働者の、労働条件の問題ですから、あのしっかりと 健康を害さないようにですね、やっていただく必要があるというふうに思っております。で、先ほどのお話の中では、その飲酒の探知をする機械の導入であるとか、あるいは高齢者の方がですね、えー、免許返納するという時にそれに代わる交通手段という趣旨だったと思いますけれども、とうとうお話があったというふうに思います。であの私はその労働者のバスの あるいはトラックのタクシーの運転手さんの休息ということも含めてです、ね、重要だというふうに思っておりますが、まあ、そういった点も含めて、交通事故防止ということで、小沢参考人の考えがあれば、えー、もう少し聞かせていただければというふうに思います、はい、小沢参考人。ありがとうございます。 えっと、先ほども少し重なる点がございましたが、あの本当に多岐においてです、ね、交通事故になり得る要因というのは多いと思っております、で今、あの先生がおっしゃったあの軽井沢バス事故についてもです、ねえまあ、運転手が死亡というところでこう、運転手に対してしっかりと対応ができない。 あのという状況が続くというような事故というのはあの運行ドライバーだと本当にあるのかなと思っています特にあのタクシードライバーが最近あの脳疾患などでいきなり意識を失ってしまうというような事故も発生しておりますしあの病気に対して事前に対応できるものともうあの急速にいきなり起こってしまう事故というものの両方に があると思うんですけどそれを健康診断をしっかりもう設ける、きょうのあ、まあ、1日の朝のこう健康診断であったりとか、運行管理者責任者がしっかりとこう業務を果たすという部分がしっかりとできているかというとです、ね大、大きい会社さんですと、それが十分にできているのかなと思いますが、まあ、中小企業となりますと、自分自身がそれの管理をして、まあ、その 自分で管理をして運転をしていくという方もいらっしゃいますので、そういうようなこう中小,、まあ、小さな会社の方のケアというものや、まあ、運行管理というものがしっかりとこうこう自,分自分自身でできているかできていないかというのが体調は見極めが実は非常に難しいのではないかなと思っております。特にアルルコールとか でしたらばこうしっかりと数値化ができますけれど、疲れというものに関しては目に見えるものではございませんから、しっかりとこの運行記録というものの中で、こう十分に休息が取られているのか、または安全の確保ができているのかですね。あとは、さらには車両整備についてもしっかりと検討されていくようなこう社会になっていかなくてはいけないのかなと思っております。あの運転手がしっかりとこう。 あの病気であったりとか自分の管理という中でしていくという中で、まあ、今後こう超高齢化社会というのが来ますからその中で健康というものを改めて見直す時期でもございますし、えー、免許に関してもまあ今年度こう。 えー、高齢者に対してのこう対策が変わ,ります変わりますけれど、そういうようなこう見直しの時期に対して、ですねしっかりと広報をしていくということは、この自動車事故防止において重要な課題かなと思っております。こういうよういいよな課題についてあの結構こ 結構ですね国土交通省さんの方では YouTube であったりとか発信をされているんですねだけれどじゃあそれを見るかといったらなかなか見る方がいらっしゃらないであればしっかりあの今若者向けであったりとか Facebook であったりとかさまざまな媒体を先ほどあの藤田先生もおっしゃってましたけれど本当にこう多岐にわたる年齢層にしっかりとそれぞれの年齢に届くような形は何かということを着目してこう 伝えていくということが重要かなと思っております。以上でございます。武田君、はい、ありがとうございました。あの車両整備等々多岐にわたってですね、お話をいただいて、えー、本当にあの事故防止についてですね、あの重要性というのが伝わってまいりました。最後にあの重ねて小沢参考人に伺いたいと思いますけれども、あの今日のお話を聞いてもやはりこの付加金の問題を考える上でもですね、この被災者 被害者支援の重要性、あるいはそれを継続的に行っていくことの重要性、やっぱりその理解が大事なんだろうというふうに改めていうふうに思っているところであります。で小沢参考人はその各地で、えー、行政機関への働きかけだとか、あるいは講演活動だとか、いうこともやっているし、でそのほかにその被害者に対する相談、アドバイスということもやられているということでお話もありました。えーまあ、その中で感じていいいるるここととああは国にに求めたいこと、まあ、とあれば最後に一言 よろしくお願いいたします。はい、小澤参考人。はい、えっとありがとうございます。あの本当に今一番大きな問題を抱えているのはですね、夜間の相談でございます。あの一番多い相談時間というのはですね、夜間なんですね。 多くの方がしっかりと朝から晩まで働いてやっと相談ができるまたは昼休みのこの中途半端な時間に誰にも聞かれずにもしかしたら涙をしながらこの命に対して相談をするまたは家族の 私生活について相談するというのは非常に難しいです。ですから、プライバシーを確保された場所で相談するには、どうしても夜間が多いです。また、お子さんを亡くされた方で多いのはです、ね、もう1人の子供に聞かれたくないので、その子が寝てから相談でいいですかとなるとです、ね、私が普段相談対応している時間は、あの昼間よりもどちらかというと、5時以降の方が多いんですね。これは多分各団団体体さん遺族団体もそうですし 団団体体ささんんもも当事者団体さんも同じだと思いますその中でこの相談を受けるということに対してもういつ電話がかかってくるか分からないわけですねそれに対して電話がかかってきて取ってしまったら2時間かかるかもしれないしその後のケアで弁護士さんに相談その後は市役所に相談とかってなると当日中には全部できないとなると翌日に持ち越して支援になったりもするんですけれどその支援の過程を 全部今夜間に関しては結構遺族団体や当事者団体が担ってるというところが多いですというのもえっと犯罪被害者支援センターなどが各市区町村には必ず1個設けられていますけれどだいたい業務としては4時または5時が多いですこのようなことを考えるとやはり夜間業務というのを週1日でもいいから作っていただきたい または土日のどちらかでいいので相談時間を設けていただくというようなことが対策として必要かなと思いますでよく最近連絡が多いのがですね命のダイヤルというのがございますこの命のダイヤルに連絡がかかってきて命のダイヤルさんからあの関東交通犯罪族の会さんの電話番号を聞きましたと言われて連絡は来るんですねあの夜中の11時ぐらいからその命の電話からかかってきたものを受けます そうすると寝るるのは大体1時時か2時になりますすそうするとやはり子育てにも影響しますし自分の体が身が持たないという支援団体は多いと思いますので団体への相談支援というのはやはり同じ 環境だから、同じ状況だからこそ受けているもので、なかなか支援者だからこそ理解できる部分と、経験している相談者だから理解できる部分、この両方が、この遺族団体や当事者団体にはありますから、そうすると、やはりこちら側のニーズというのは非常に多いんです。ところが今 まあ本当に今、一般社団法人に昨年しましたが、このお給料が全く私はない状態で、全部0円の状態でやっている状態なんですね。なののでまあ本当にこの 家族に全て負担をかけて子育てであったりとか全てを担って例えば子どもも一人で寝てねとかご飯ちょっと待ってねということは多々あるんですねこの団体への対策についてもぜひ検討をしていただきたいですしこういうような考える機会をいただいたのでこの被害者の相談のニーズがこれだけあるんだということがなんでこう支援団体にないのかって言ったらやはりあの業務時間外が多いというところが あの問題点だと思っております。以上でございます。すいません長くなりました。ありがとうございました。終わります。木村栄子君。ではい。令和新政組の木村栄子です。本日は参考人の先生方にこのような貴重な機会をいただきありがとうございます。はい、私自身。 重度の障害がありまして、障害を抱えて生きていくことの困難は、日常生活の中でとても痛感しているところです。ましてや、突然の交通事故で、障害になられた方や、家族の耐え難い苦しみ、今後生きていく上での不安は計り知れないものだと思います。障害を持って生きるにはまだまだだ社会的バリアも多い中で 事故に遭われた被害者の救済、特に在宅での介護や施設も含めての充実した福祉サービスを整え、安心して生きるための保障が必要だと思っております。そこで参考人の皆様にお,お尋ねいたします。現在あの提出されている芝居法の改正にあたっては、国交省は、 被害者救済や事故対策の規模を60億円拡充して、治療リハビリの機会や、介護者なき後の支援を充実させ、200億円規模の事業を行うと言っています。現在の国の計画した事業規模で、被害者救済が十分に行われると思われるか、ご意見をお聞きしたいと思います。 藤田参考人の方から順番にお考えをお聞かせください。はい、それでは藤田参考人、ご質問どうもありがとうございます。あの、先ほどにも先ほどもあの似たような質問をお受けして、その時にも申し上げまして、200億円が十分か。それで足りるのか、あるいはまあ、そのき額が適切か否か、なかなか評価難しいところです。もちろん、あの費用をかければかけるほど。 充実した施策は実施できますし、そういうことを言えば多ければ多いほどいいということになります。他方、これユーザーのお金、ユーザーの保険あの決した保険料を原資とするようなこういう措置についてあの。 無人蔵に増やすということは、おそらくユーザー側の,あの納得は得られない、そういうところでギリギリの線として、こういう調整を行わなければいけない、そういう問題な,なんだと思います、その中で60億、十分かどうか、もうこれで被害者や遺族の方々が、もう全くあの不安を感じなくなるような額かと言われると、そんなことはないのかもしれませんけれども、ただ、少なくとも今、あの足りないと。 されてまざまな政策ですねあの、リハビリ、リハビリについて、いずあの被害者の性格に応じて、遷延性、意識障害、脊髄損傷、工事、脳機能障害だによってきめ細かにあの対策を変えていかなきゃいけない、でさらにはあの介護者なき後の対策もしなければいけないし、療養センターなども拡充していかなきゃいけない、あのもう老朽化に対して対処していかなきゃいけない、こういったことに最低限対処できるよう、 ようにこのような六十億っていう増額というのを考えておりまして、ああのすべてこれで満足できると断言する勇気は私にはございませんけれども、ただこれで相当それなりのあの政策の充実は図れる、まあ最低限のあの額ではないかというふうには思っております。この使い方につきましてはあの。 事故防止対策と被害者支援、間をどう分けるか、さらには今申し上げた被害者支援のさまざまな中で、どういうふうに割り振るのが一番効率的にうまく、あのニーズに応えられるかということは、今後、あの検討会の方で慎重に検討させていただきますけれども、60億、それなりの額なんではないかというふうには、私は評価してございます、はい、それでは小沢参考人いありがとうございます。 あの本当に温かなお言葉を一番最初にありがとうございました。その中で,です、ね、私はこの金額がまあ適切かどうかの部分というよりかは、その中の運用の中でいかに充実させるかというのが、あの今回、問題かなと思っておりますあの。いくらお金があってもできることとできないことがございますので、お金がなくてもできることを増やしていく。 それは多分人材を育成することで1人の人が2人を見ることができる2人から4人を見ることができるそれをこう教育をしていくことができるということができるのであれば一番最初の財源をしっかりと使って教育やまた支援やこのヘルパーさんを増やしていくことで知識を増やすということへの課題として運用を使うっていうことができるのではないかと思っています。そう考えると、まあ ああればあるだけ本当ににいいこにことはございませんこの中で十分に私たちは遺族団体ですしあの当事者の方もいらっしゃいますその中でもちろんもう足りないよ助けてほしいよと声は上がると思いますですがこの今ある中で皆さ,んがいただ皆さんからいただいたお金で今後のご遺族 当事者になる方のことを考えるとすれば、やはり私たち、今いる私たちだけではなくて、今後の被害者の方のことを考えたときに、しっかりと体制作りを作るための基本であるお金につながってほしいなと思っております。まあ、十分な支援対策というのを作る中で、運用方法を十分に検討するということが、このお金を生かすお金に、生きるお金につ,つなげることなのかなと思っております。私の方からはあの、うん、難しいお言葉 言葉はかけられません。けれど、その被害者として十分なあのお金をしっかりとあの使っていただけるような運用対策を検討していただければなと思っております。以上でございます。はい、福田参考人はい。ありがとうございます。え、200円2 0億円がどうかということは、私はよく分かりません。ただし、従前の今までやってきているものに対して新しいものを付け加える。この。 付け加える内容については、検討会で指摘された改善策、これが取り入れられたものだというふうに理解しております。で、これからですけれども、おそらく定期的にそれぞれのやっていることの検証をして、効果を考えて、それをどうフィードバックしていくかということの問題だと思いますが、注意しなければならないのが、これらの施策、一つ一つが短期間で効果が出るということは言えないですね。 あのかなり中長期的に見ていかないと結論が出ないもの、あるいは短期間でも結論が出るもの、これ、いろいろあると思います、ですからそういう事象の内容に応じて、効果的な検証方法を考えて、毎年毎年、見直しをかけていくと、こういう方法を取らざるを得ないと思います、そういう意味で、200億円は今回はおそらく妥当なあの現行のものに対して、え、ー 検討会で、えー、付け加えたこういう新たな施策という提言を加算してこのぐらいの予算とあの事業規模ということになっているのでそれはそれで私は尊重したいと思いますが定期的な見直しというのがそれは同時に不可欠であるということを申し上えたいと思います以上でございますありがとうございます木村英子君ありがとうございましたちょっと重なった質問になってしまいますけれども小沢参考人にお尋ねします ちょっとすいませんちょっと水分取らせてください引き止めていただきたいですお願いします今日止めてください 木村君すいませんでした、えっと、被害者支援について、もう1点お聞きしたいと思いますが、交通事故でご家族が亡くなられた後に、まあ、残された遺族の悲しみというのは深く得ることはないと思いますけれども、少しでも回復するためには、まあ、心のケアが不可欠だと思われます。そののよよううなな場合今これからど支援が 必要なのかということがありましたらお聞かせください。小澤参考人、あの質問ありがとうございます。えー、この委員会の中でもこうどのような支援が一番重要かと話になったときにやはり地域ごとにそれぞれ支援があるということ。 身近なところに支援ができる場所があるということが重要であると考えております。それは心のケアもそうですし、えー、例えば困ったとき、えー、福祉的なあの不安であったりとかですね、それをしっかりと改善できる場所を作るということを、 あの地域ごとに作っていくということが大事で、各県ごとにしっかりあるかといったら、各県にまだ全部あるかどうか、私はちょっと確認はしておりませんが、むしろそれよりも、市区町村の中でしっかりと聞く耳を持った方を育てていくということ、そして犯罪被害者という形をですね理解していただくということが大事かなと思うんですが、実は犯罪被害者支援条例が、 かななりり進んででまままいいしててその中一つ大きな問題が起こっていますというのがですね、殺人、それから性犯罪とか、暴行に関しては被害者だと。ところが、交通事故は被害者じゃないでしょということを言われるんですね。なので、条例によっては、被害者は相談すらできないというところも実はございます。このような状況であの本当に 傷ついたご遺族がたくさんいらっしゃいますですから犯罪被害者支援条例の中に交通事故被害者もやはりここまで心を傷を負っている被害者だということを知っていただくということもそうですしこの支援の政策が地域に根付くような対策を組んでいただけたらなと思っております私からは以上でございます木村君あ、貴重なご意見ありがとうございますえっ、ー、と最後に あの被害者支援を行うための財源について、まあ、参考人の皆さんにお尋ねしたいと思います。まあ、現在、その被害者支援などについては、積立金があと十数年で枯渇してしまうという理由で、保険料に付加金最大150円を上乗せして、まあ、被害者救済に充てるというふうにあの国交省は言っていますけれども。 しかし、枯渇してしまう原因というのは何度もここで話されているとは思いますけれども、6000億円がいまだに返還されていないことにありますと私は思っているんですけれども、ただ、国交大臣と財務大臣との間で、平成4年から平成9年まで、失礼いたしました、令和4年から令和9年まで、最低54億円の返還がまああの合意されていますけれども、 200億円規模の被害者支援には、まあ、到底、まあ今、今も話されているように足りないということもあります。で、自動車あのユーザーに賦課金を課すことで、まあ、不足分を補って、そして被害者支援を充実するという、国交省の方針について、まあ、どのようなお考えを皆様がお持ちかということをまた改めて。 お聞かせ願いたいと思っておりますので、まあ福田参考人の方からちょっとお考えをお聞かせください。はい、あの時間が迫っておりますので、あのお三方にお聞きをしますが、端的にお願いをいたします。じゃ福田参考人。はい、えー、っとありがとうございます。あの私は現在のあのスキームが、えー、運用機を利用して。えー じじし、あの東救済事業を行うというスキーマがもう前提として崩れていてで、今6000を返ってきても、じゃあ運用費だけできるかというとそうはできないで、安定した財源が必要というのであれば、もうこれは付加金しかないということで、私はこれで、えー、正しい法改正だというふうに理解しています。私の方からは以上でございます。はい、小沢参考人お願いします。ま先ほど福田あの参考人がおっしゃいましたことに同じでございます。以上でございます。 はいえー、藤田参考人、私もあの福田参考人と全く同じでございます。あの仮に今、車りが全額されたとしても、運用益で賄えるような、そういうスキム状態ではございません。この運用あのそのようなスキームも,あのもうあの変えて、将来的に安定的にインフローがあの生じるような付課金という制度にして、長期的に、 安定的に持続するような仕組みを作るべきだと考えておりますので、私はこの制度の改正には賛成でございます。もちろん、あの繰り戻しを続けてくれと強く、あの言い続けることは重要ですし、それを諦めるという趣旨では決してなくて、それをしつつ、この改正をするとそういう意味合いにおいて賛成でございます。はい、木村君あありがとうございました。以上です。 以上をもちまして参考人に対する質疑は終了いたしました参考人の皆様に一言御礼を申し上げます皆様には大変長時間にわたりまして貴重なご意見を賜りましたいずれも委員会での審査に大変資する中身ばかりであったというふうに思います委員会を代表しまして心より御礼を申し上げますありがとうございました 本日はこれにて参会いたします。